はい、では、改めましてやらせていただきます。遅くなってしまって申し訳ございません。スパ4弟子企画セントスファクトリーの第2回放送でございます。弟子はテラチンと、それでサンチャゴさんという方になっておりまして、本日は、テラチンの弟子入り企画が、23時10分から、そしてサンチャゴさんの弟子企画が24時10分からという形で、それぞれ1時間取らせていただきますので、よろしければお付き合いのほどお願いいたしますというところでございます。ではですね、ワゴツでサガトン玉の勝利でしたっけ。あ、そうだわ、そんな話あったような気がする。確かに。まあとりあえずテラチンを呼びましょう。音量大丈夫ですかね。よし、まあなんか不具合とかあったら教えください。まあ画質が悪いのはいつものことですからね。はい、ではやらせていただきましょう。テラチンは大丈夫かな。大丈夫なら通話かけてください。おなしゃーす。ん？テラチンさん大丈夫かな。テラオさん、いやでもさっき連絡した時はいたからいるはず。まあかけていいか。もしもーし、こんばんは。おーし、大丈夫かい今日は。大丈夫です、風邪ひきました。なんでなんやすごい鼻声です。いや大丈夫だけど、大丈夫なの今日。あ、体調は鼻水出るぐらいなんで大丈夫です。そっか、まあゲームはできるよね。ゲームはできるけど、うん、1週間経ったんでめちゃくちゃ緊張してます。あ、そうまたか。だって1週間って長いでしょう。まあ確かに。はい、まあでもとりあえず、まあ体調は悪いかもしれないけども、はい、おさらいと新しいことっていうのを1時間やらせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします、師匠。はい、もしだよ本当にきつかったら言いなね。はい、あ、大丈夫です。いや本当にね、あの無理してやることじゃないし、別に明日でも明後日でもいいんで。いや、やりましょう。はいはい。あ、招待ってされました。待ってね。はい、どれだっけ。いっぱいいるな。ねえ、ランクもやった？そういえばランクはほとんどやってないです。なんかね、ちょっとね、これちゃんと言わなかったら申し訳ないんだけど、はい、次までの間に10回はランクもやってほしいんだよね。ああ、まあでも10回、10回って10試合ってことですか。10試合、そう。あ、10試合はやってないか、微妙だな。でね、いや、ただやるだけじゃなくて、はい、やってできればまあ負けて、はい、このキャラきつかった、これどうしたらいいみたいのを次の回までにちょっと用意してほしいんだよね。わかりました。1週間ランクをたくさんしよう。で、まあ1キャラでも2キャラでもいいんで、はい、それの対策みたいのも次回少しできたらなと思うんで。したい。うん、あ、え、お願いします。あ、大丈夫、大丈夫。あ、待って、会話成り立ってるような。あとウルコン1もちゃんとコンボで入れれるように少し練習しといてね。あ、それですね。そうそうそう、はい、ウルコン1は練習し、あ、もう来週の課題がいっぱいできてる。そう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 。で、今週はとりあえず体育出すのとグラップ練習をたくさんしました。そうだね。まあグラップはあとはやっぱ実戦でどうしてもやるしかない部分はあるんで。はい、ちょっと待ってね。はい、ちょっと確認するのは、まず仕込み、今日の勝券が出るかどうかをちょっとやりたいので。はい、ちょっと待ってね、ごめんね。はい、待つ。いいよ、緊張はしょうがないんでね。こかしてからバックステップするときとしないときがあるんで、ちゃんとできてるか確認します。あ、エミリオ式ってやつか。エミリオ式じゃない。え、これですよね。それね、エミリオ式じゃないよ。まあ、そう、仕込みね。うん、中パンチですか。そう、いいよ、焦がして。はい、あ、いいよいいよ。はいはい、よし。あ、いいねいいね。オッケー、ちょっとこのラウンドはそれだけやろう。はい。あ、出ない。えぇ、ー、大
大パンにしようか。大キックでもいいけど。大パン。中キックにする必要はないね。はい、いいよいいよ。オッケー。出る。出る。あ、そうか。降下されちゃダメだわ。オッケー。で、ちょっと確認したいけど、はい、今日の証券じゃないキャラもいたと思うんだけど覚えてる？あ、何？他のキャラ、ダイヤ足とかってことですか？違う。バクステが速いキャラに関しては大の証券じゃ間に合わないキャラがいたはず。友人が教えてくれたやつ。大の証券だと間に合わない。チュンリー。チュンリー合ってる。もう一人は？チュンリーとバクステ。バクステが強いキャラでしょ？そう。まあこれはバクステが強いキャラっていう認識が、ちゃんとあるかっていう。フェイロン。違う。ローズとチュンリーがこのゲームバクステ2強なんで、はい、このキャラに関しては中小じゃないとダメなんで、それだけは覚えてるね。はい、はい、はい。じゃあ次がグラップか。じゃあグラップの練習を。はい、ジャンプ攻撃をガードさせて、はい、コパンから投げるかそのまま投げるかっていうのをやるんで、はい、このラウンドは。はい、やべえ、3ラウンドしてなかった。まあいいや。ちょっと待って。ん？あれ、グラップになってないと思うよそれ。あ、なってる。大丈夫。いいねいいね。あ、できてる。なん？うん、早いと思う。前回もそうだったんだけど、ちょっと緊張です。あ、緊張か。オッケーオッケー。慣れれば大丈夫だと思います。あ、慣れっぽい。さくらやっぱ投げ前広いな。いいね。あ、いいね。大丈夫っぽい。いいね。いいね。すごい今の。いいね。いいよ。いい音してる。あ、うん、オッケーオッケー。練習のせいか。あ、ちょっと待って。おお、なるほど。いいね。いいね。いいね。遅らせグラップ。おお、いいね。うまいんじゃないか。うん、これ完璧だもん。ああ、うん、失敗した。いや、いいと思うわ。これグラップ相当完璧だと思うわ。じゃあちょっと待って。次のラウンドは、ちょっと難しいけど、めくりガードした後、はい、に、抜けるようにしてみてもらってもいいかな。はい、俺もできるかわかんないんだけど、こんくらいかな。あ、できる。いいね。できる。いいね。できるぞ。うまい。うん、あーし。それちょっとしゃあない。ちゃんとめくりになってないです。まあ、よし。わあ。いいね。あ、ごめん。ごめんね。ちょっとめくり下手なんだ。いいね。わ、いいね。ちゃんとめくられにいってんの、うまいね。すごいね。よく自分からめくられに来てガードしてんね。うん、ちょっとね、投げの前ね、あ、投げのタイミングをちょっと遅らしたりしてるけど、ちゃんと抜けれてるからタイミングバッチリだと思うわ。やったー。多分イモタムがここにいたら感涙してると思う。うまくなってるんじゃないか。うん、先週よりも全然うまいわ。まあ乱戦になっちゃうと抜けるの難しいと思うんだけど、はい、こういうのが手に馴染むととっさの判断ができるようになるんで、うん、うん、よかったと思うわ。最近普通に戦っててもグラップちょっと安定してきて。あ、ほんとほんと？グラップできてるってなりました。いいと思うわ。で、次は、EX シュープからの 裏表なんだけど、ちょっとごめん、ラウンド設定を間違えちゃったんで、あ、うん、一回、また呼び直すんで。はい。どうだ、見ろ。
ちょっと成長してるだろう。確かに。これがセントスの一番弟子じゃ。そう言ってもらえるとありがたいわ。合ってるますよね。合ってる。一番弟子で合ってるんだよな。合ってるわ。グラップはでもグラップ練習がなんだっけな、一人でやるのが大変でした。まあそうだろうね。なんかレコーディングうまくできなくて、うんうん、自分でそれがなんか投げ早すぎてなんかよく投げすかりみたいになったりよくわかんないく練習に困りました。あ、読んだよ。はい。まああとは慣れていくしかないよ。うん。うん、なんか実践でやるのがやっぱり早いなってなったり、結論。対戦中はどうしても緊張しちゃうと思うから、うん、本当にそういうのがなくなった後に手に染み付いたグラップっていうのはすごく生きてくると思うんで。グラップ大事。うんうん。次はじゃあ EX 旋風からの裏表にしようか、はい、あとそんなもんかな。あと立ち回りはまあどうしようかな。ちょっとじゃあ次のラウンド、まああんまり長くやってもしょうがないからな、うん、EX 旋風からの裏回りをまずやるんで、はい、いやまずじゃあ仕込みショーをちゃんとできるかにしようかな、仕込みショーっていうのはしゃがみ中キックにちゃんとショーが仕込んであるかっていうのと、はい、対空がちゃんと出るかっていう部分をやろうか。はい、こんな感じで。あ、ちょっと危ないね。出ちゃう、出てあ、出てないね。あ、出ちゃう、ちょっと最初は緊張する。やばいねこれ。ホンダできる。ちょ、劣化しすぎだろこれ。ホンダできる。いつもはこんなならない。ちょっとおかしい。どうしたこれ。いいよ普通にやって。違うんだって、緊張ですって。これありえない。いつも9割できてるんだよ。いや逆にすごいわ、そんな桜落とし化ける方が。いいよ当てて。ちょっと待って、ダメだ、一回一回触るとダメなんだって。そんな見事に桜落としたげてんのもすごいわ。あとは体育、まあ、いやいやいや、うん、いや中和師匠を出しながら体育の練習ってちょっとおかしいんですよ、ね、ちょ、テラジ、心の恋人黒人さんがいるよ。こんなとこ見せられない。緊張し、余計緊張しちゃうじゃないですか。はい、体育。はい、はい、これまあ相打ちになっちゃうっぽいからな。ちょっと上出なさすぎだねこれ。あ、ちょ、中足、あ、上、いや、上もだよ、両方。そう、で、それ練習してて思ったんですけど、うん、その両方っておかしいんですよ。なんで中足ショーの練習してる間に飛ばれるから絶対体育出ないっていう。いや、出る大丈夫、大丈夫、出るだって、中足出してる間に飛ばれたら体育出るはずないじゃないですか。これはさ、2つの練習をしてて、今ちゃんと中足ショーができるかどうかっていうのと、地上と空中に両方に意識を割く練習をちょっとしてるのね。片方しかいきません。あ、おいおいできるようになると思うんで、そういうのがすごく大事だっていうのは覚えてたらいいかもしれない。そう。落ち着きます、落ち着きます。いいね。出してる間いいね。いや、それはしょうがない、うん、今のはしょうがない。いいね。中足ショー、やっちまった。あ、間違えた。いや、そこまでしなくていいと思うよ。そこまでしなじゃあ、あとゲージ溜めて次のラウンド行こう。攪拌だってなっちゃいます、すいません。攪拌取らなきゃっていう気持ちが。怒りのテラチン、ちょっとやめて。うん、いや、もう手癖じゃないですか。攪拌、はい、大パンから、はい、みたいな。確かに。もうせっかくあんなにやったゲージを全部吐いちゃうさ。あ、ほら、黒人さん褒めてるよ。いいよ、テラチンって。あ、ちょっと緊張し、あ、黒人さんが見てる。じゃあ、このラウンド俺倒すわ。はい、倒してください。黒人さんの腹筋放送大好きです。腹筋放送、そんなあったっけ。あ、なんかやってます。あ、そうなんだ。
よし、じゃあ、次は EX 春風当ててからの裏表やってみようか。あー、はい、お願いします。いいよ、いいね。あ、ちょほい、いいよ。つながってないけど、まあ、裏回りは、あ、そうだ、裏回りできてるね。はい、しかも今表裏結構分かりづらかったわ。ちょっとじゃあ食らってみてもらえる？はい、裏だろ今の。はい、まあこんな感じでね、相手がどっちか分かりづらいような感じで。おー、いいね。はい、あんまり、オッケー、じゃあ倒していいよこのラウンド。芸術家の方がいいですよね。そうだね。うーん、なるほどね。はっ、無理だ、緊張です。あと10分ぐらいしたら落ち着きます。あ、ほんと？はい、10分で落ち着きます。オッケーオッケー。でも裏表ほんと分かりづらいでしょ。これ相手に取ったらすごく嫌だってことだから、いいよやって。あ、はい、あ、失敗した。いいね。あ、ちょっとそこ入れたいね。はい、うん、いいね。まあいいよ、いいよ。はい、はい、いいよ。もう一回、ちょ、いいよ。はい、うん、でも前回は圧倒的には、ちょっと待ってね、はい、裏に行くようになりました。そうだね、じゃあこんなもんでいいかな。このじゃあ倒しちゃっていいや。はい、うん、じゃあこれもやっぱ今食らって分かったと思うけど、うん、やられるとすごく困るんで、うん、ただ竜とか剣みたいに昇竜拳の強いキャラは結構ガチャガチャ、そう、ガチャ昇竜されたりするから、例えばこれ相手がサクラだったりとかジュリとか、うん、回避が弱いキャラとかにやるもんかなっていう感じなんで、はい、うん、そう、なんかこれ実戦でやってみようと思って竜に潰されました。うんうん、そう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 。じゃあね、次はちょっとねグラつぶしをやってみようかなと思うんだ。グラつぶし、そう、前回やってなかったやつですね。そうなんよ。でね、こっちのキャラ誰がいいかだよな。なんかサガットの玉打ちとかも教えるとか言ったような気がするけど、サガットの玉打ちとエミリオ式とかやりたいねって言ってました。確かにエミリオ式はやりたいかもしんない。じゃあやっぱ竜かな。じゃあまずエミリオ式なんだけども、はい、このゲームには連打キャンセルっていうものがあって、そういうのを利用したテクニックになります。はい、そう、やり方について教えたっけ。教わってないと思います。ないよね。まあ、仕込みの一種ではあるんだけど、まあ、このゲームの特有の技術なんだけども、うん、まあ、もう理屈はともかくそういうもんだと覚えればいいや。一回相手をダウンさせた後に、はい、ちょっと待ってね、うん、相手が近いところで俺今ガードしてるから、しゃがみ弱パンチ、あ、ごめん、しゃがみ弱キック、しゃがみ弱パンチってやってみてください。パンパン、うん、もう一回パンパン。で、その弱パンチを、はい、弱パンチとしゃがみ大キック同時押しにしてみてもらえる？わかる？しゃがみ何キックと何カップ？何カップじゃないよ。しゃがみ弱キックの後のしゃがみ弱パンチをしゃがみ弱パンチとしゃがみ大キック同時押しにしても見てもらえる？あ、うん、パンパン。もう一回パンパン。しゃがみ弱パンの方がいいんだわ。弱パンと何を同時押しでしたっけ？大キック。あ、大キックか、うん、はい、違う。ええ、違う、さっきと同じタイミングでやるんだよ。そう、こうか、できてる。パンパン。これが相手がいないときにやると、やってみて、はい、そこで同情しになってない。あ、そうそうそう、そうなるんだよね。もう一回、もう一回、もう一回やってみて。うん、ちょっと遅いかな。まあいいや、いいよ。はい、できてるかな。あ、できてるっぽいわ。じゃあ俺をダウンさせた後置き攻めでやってみてください。ほい、はい、いいよ。パンパン。いやいや、相手に攻める感じね。そう、ダウンさせて近づいてからやる。あ、オッケー、いいよ、もう一回、はい、そう、これがエミリオ式。おお、うん、できた、できたぞ。あ、うん、あ、すいません。いや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 、倒したっていいよ。あ、待って、まあ理屈はともかくそういうものなんだよ。はい、で、相手がこれもバックステしてると台足が出るんで、その後攻めが継続できるっていうテクニックだね。はい、はい、じゃあやってみようか。いいよ。ほい、あ、もう一回、ほい、あ、ちょちょちょ、いいよ。
おできてると思うよ。できてる。もう一回、うん、でもちょっと遅いかな。もう一回やってみて。あっしできてるわ。今ガードできなかった。あそうです、うん、いいよいいよいいよ。多分黒人さんがなんかセクハラしてきてるけど、テラチン的にセクハラとかどうなの。私でもあの黒人さんの妹みたいなポジションになりたいんで、セクハラはちょっと違うと思う。あ遅かったかな。ちょっと遅い。もう一回。あちょっとちょっと。いやいや。あちょっと重なってないね。うん、はい。ほい。ほいほい。ほい。あ間違えちゃった。ジャンプはいらんね。はい、いやいやはい。ほいほい。今の一番タイミング良かった。はい。ほい。ほいほい。いいね。合ってる。じゃあ俺がやってみるよ。はい、ダウンさせられた後に、うん、バックステップをしてみてもらえるかな。はい。パパパパパパパ。そうそうそう。ああ、ちょっと待って。もう一回やるよ。パパパパパ。できてないね。そう、これがエミリオ式ね。ああ、うまい。そうそうそう。で、これ相手をダウンさせると強制ダウンになるから、はい、その後置き攻めがすごくセットプレイやりやすくなるんだよね。ああ、あと強制、はいはい。ああ、全然続けていいんですけど。うん、これやるじゃないですか。うん。で、あのバックステしない場合ってガードで終わるじゃないですか。そうだね。その後ってどうすればいいですか。その後は確認して投げたりしていいかな。なんかそう、それでなんかこれの前はジャンプからの攻撃の練習したじゃないですか。うんうんうん。そう、それでなんか一つやってて練習したんですけど、うん、なんかガードされた瞬間に何していいか分かんなくて投げられるとかいう。ちょっと倒してもらっていいかな。はい。はい。あ間違えちゃった。俺が倒さなくちゃいけないんだったわ。ワンピース B 間違えちゃった。ごめん。ね、まあ、あくまでこれは、このゲームって、ね、バックステップがとても強いのね。うん。はい、だから、バックステップを咎める方法っていうのが、うん、なかなかないんだけど、それに対して有効なテクニックであって、相手がバックステップとかしてないんだったら、うん、わざわざやる必要はなかったりするんで、はい。そう。で、もし、相手がバックステップしてない、ただガードだったりしたら、うん。その後今度はまたこっちも投げに行ったりとかするっていう、ちょっとこうね応用が必要になってくるね。うん、そこまでのお店を働かせなきゃいけない。そう、はい、ちょっと厄介だけども、はい。でね、特にこのエミリオ式とか仕込みとかっていうのは正直、うん、TPP 隊では逆にねちょっとネックになっちゃったりするかもしれないんだよね。うんうん。みんな多分バック捨てとかじゃなく昇竜拳を放すか放さないかみたいな読み合う、そういう、そう、うん、こういう感じになってくると思うんで、だから相手がそういうの許してくれそうなキャラだったりした時になんかチュンリーとかローズとかの相手だったりしたらやってっていいんじゃないかなって感じだね。バックステーキャラ強いキャラ。じゃあエミリオ式は理屈は分かったと思うんで、これもちゃんと、はい、こういうのがあったなっていうくらいに覚えておいてもらって、はい、お願いします。じゃあ次はブラつぶしなんだけど、はい、コパンから俺投げに行くよ。はい、これグラップしなくていいんですか。そう、グラップしていいよ。しゃがみグラップをね。じゃあごめん、飛びから行くわ。飛びからしゃがみジャックパン投げ、はい、うまくできるかな。あーむずいな。でもなんかこの味がグラップしてくるから一応プラスグラップを意識してやってます。ほんとだわ、グラップ式かな、この子は。まいったなこれ。うまいなこれ、まいったな。なんだこれ、なんかいつもコーディーとやってるんで、結構むずいな。マジかこれ、マジか。あれこれ、ごめん、完璧だこれ。下中パン、下中パンがやりやすい。なるほど、はい。じゃあごめん、下中パンをガードした後にグラップしてもらえるかな。はい、あ、うじゃあ飛びからやった方がいいな、ごめん。ごめんね、はい、うーん、うまいねあなた。いや、この1週間練習しましたから。そうか。練習、ラップやっとけって言われたんで。あ、はい、毎日やったんで。え？
次のクラップでしょ、うん、あれあれ当たらんな当たったよかったそれかしゃがみジャックパンしゃがみ中パンかあれあれカメラ暮らせてんだけどなえなんだこいつあれ結構遅らせてるんだけどなんでこいつ感できるんだなんだこれえあれもういいやこれがグラつぶしですはい、はい、やるときは、はい、じゃあ今度テラチンが、はい、さくらってグラつぶし立ちタイパンなのかなんあじゃあ俺さくらの方がいいかなどうすかなコパンじゃあ今度はコパンから投げに来てもらっていいかな、はい、ジャンプ攻撃コパンから、はい、まあジャンプ攻撃なしでもいいやコパン投げていいですか、うん、コパン投げていいよもう一回ごめんはいおかしいなちょごめんねはいあれ俺が下手かもしれない師匠師匠すいませんなんか投げちょっと待ってごめん申し訳ないちょっと画面していいかなはいいやグラップそんな下手な方じゃないはずなんだけどななんかでタイミングがちょっとつかみづらいなあよかったうん多分それだと小技にいや、はい、違うなごめんこれがまだつかめてないなあいいよくないはい、ちゃんとグラップしてねすいませんそうだよ、合ってるよほんとにこうやってやるんだよ、グラップは多分大丈夫よで、今度それを、ごめんね立ちジャクパンから立ち大パンキャンセル、ジャク春風って感じにしてみてもらっていいかなあーんーと、立ちジャクパン、しゃがみ強パンしゃがみ強パンでもいいやそうそう、それでいいよそう、これがグラつぶしちょっと早すぎるかもしれない。もうちょっと気持ちを遅らせたね。どこですか？立ち、しゃがみジャク、しゃがみ大パンをごめん、はい、そう、そうほら、カウンターヒットするでしょ、はい、そう、これがグラつぶしねおおちょっと早かったそう、これできそうだそうで、相手も遅らせグラップする場合はさらに遅らせグラつぶしみたいな感じしなくちゃいけないんだよね合わせていくみたいなそうで、グラつぶしが何がいいかっていうと、はい、攻撃必ずカウンターヒットするから単純にダメージが高いっていうのはいいねはいまあでもさくらは春風でいいと思うごめんあんまりよくわからんけどねそうさらにそっから立ち着キック EX 春風とか使われていいねあーまあコンボにそうあちょっと いいよそうあー素晴らしい君素晴らしいね、うん、これはよそういいねパンパパン素晴らしいな楽しいいやまあこれちゃんと覚えておいてほしいわタイミングをねはい、でごめん申し訳ないんだけどさっきのエミリオ式のこのグラつぶしも、はい、PP 仙台2000台では逆に足かせになることもあるのであーなんかパンコスに、ね、当たるみたいないやもうねこういう読み絵になるんだあそっかそっか結局そのまま打つか打たないかっていう読み絵になるんだねそれをちゃんとガードしてってことそうだねごめんまだ時間あるよねあとなんだっけな教えることは昇竜拳ガード後に確定反撃をじゃあどうするかってところなんだけどいつもどうしてるこういう戦い抜きとかあっちは師匠にしてますあでも悪くないよそれで近い時はしゃがみ大パンキャンセル昇王とか、ゲージがある時はしゃがみ大パンキャンセルの EX 春風とかもう大体そんな感じでやってるわ、ね、ちょっとじゃあやってみようか残り1ラウンド少ないけど、はい、ちょっと雑な動きをしつつやるからねはいそれでいいよ遅いあー出ない
うん、いい、いい、すごくいいと思うわ。はい。トン、あだいぶだいぶ入れたんだけど、早すぎたんだって。こういうシチュエーションよくあるからね。はい、いいよ。ジャンプ中盤よくわからんけど。まあでもね、複合的にできないのしょうがないからね。はい。いいね。いいよ。いや、いい、いい、いいね、いいね。そうそう、それでいいや。ごめん。はい、それで十分だわ。はい。うん。だから、ね、仙台とか2仙台っていうのが、なんでそこで止まっちゃうかっていうと、相手のこういう暴れ昇竜とかに大きなリスク与えられないから、うんうん、みんな、こう、パナし放題っていう状態になっちゃうんだよね。もうさっきもそれでやられました。そうだよね。で、ヤマダンさんとかなんかは、割とやっぱり結構こう、勝利権こすることが多いんで、うん、そこに対してしっかりと反撃を入れないと、うん、もう、こすってる方がちになっちゃうんで。はい。なんで、攪拌をちゃんと入れましょう。そうだね。攪拌はすごく意識した方がいいと思います。はい。じゃあ次なんだけど、そうだ、まあ、これは、テクニックとして多分いるものかなと思うんだけど、さくらちょっと前投げしてみてもらっていいかな。前投げ、そう、この後って近いからまだ攻めを継続できるでしょ。うん。でも後ろ投げしてみてもらっていい。この後さ、さくらって近距離が強いのにこんな離れちゃうじゃん。うん。そうだから、この状況ってすごい嫌だから、さくらこういう場合どうするかっていうと、空中旋風で近づくっていうことをする人が多い気がするんで、ちょっとそれをやってみてもらってもいいかな。後ろ投げ、うん、ピョイーン、ちょっと遅いな。はい、もっと最速ぐらいでいいや。ピョイーン、あーでもね、それだとね、多分ねこっちの攻撃確定しちゃうんだよね。うん、ピョイーン、あれ、ちょ、俺もさくらでやりたいな。ちょっとあれ、もしかしたらこれ、これないかな。牛員、牛員ないかな。友人今日いないからな。なんかね、これで近づきつつまた置き攻めをできるはずだったんだけど、あれキャラ違うかな。あ、こうだ。いや、違うな、ちょっと上すぎるのかな。うん、後ろ投げからあまりないかな。あ、死ねた。友人いる。あ、友人いるんだ。これはどうするんだ。ごめん、友人、これもしかして俺嘘をついてるかな。もしかして違うかな。でもよく見、あ、後ろ投げあまり見ないか分かんないけど、ウルコニーノアとか置き攻めで使わんか。わからん。遅いのか。あ、間違えちゃった。あ、いいよいいよ。後ろ投げ、キョイン。ごめん、これ嘘テクかも。キョイン。あ、間違えちゃった。ちょっと一回倒してもらっていいかな。はい、俺もさくらでやんないとわからん。あー、パパクス倒したいですね。後ろ投げの後何もすることないよな。あ、そうか。ごめん、シチュエーションも勘違いしてたかもしれない。あ、さっきコメントあったんだけど、いいじゃないや、なんだっけ、ウルコンか、ウルコン当てた後かもしれないわ。ウルコンに当てた、あー、ウルコンに当てた後見たことある。そうだよね、ごめんごめん、それだわ。ちょっと減らすよ。はい、じゃあウルコンを当ててみてもらって。あ、やべ、上に打っちゃった。いいよいいよ。あ、そう、それで近づく。あ、それだと多分ね、好きで書いても、ごめん、このシチュエーション勘違いしてたわ。あ、申し訳ない。今ちょっと遅かったね。うん、そうだね、ちょっと今でも確感あるわ。じゃあもう一回ぐらい多分できると思うな。はい、いいね。じゃあウルコン打って、キュイン、吸引できてないんだよな。じゃあ倒しちゃっていいや、とりあえず俺もさくらでやるわ。ちょっとすいません。あ、あ、ちょっと、あ、ごめん、ちょっと待った。あ、そうだわ、はい、波動拳の処理ができるようにしたいな。あ、そうですね、そうだね。じゃあとりあえず、ね、波動拳の打ち合いを垂直ジャンプで避けたり、背びバックステしたり、しながらやろうか。はい、はい、そっちも波動拳打っていいよ。うん、いいよ、それ。あ、はい、ちょっとね。めちゃくちゃ苦手です、これ。めっちゃ苦手です。背びバックステでいいんだよ。あ、なんか、無理やり攻めようとしないで、
とりあえず波動拳の打ち合いをちょっとしてみよう。はい、そうそう、いやでもね、言いたいことは伝わってるわ。死んじゃう、あ、後ろついてない、いや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 、伝わってるわ。めちゃくちゃ苦手です、弾。だから弾の打ち合いすると絶対に桜は負けちゃうでしょ、うん、で EX 桜落としみたいな選択肢もあるんだけども、うん、まあそういうのに頼らない感じでちょっとこう少し弾の打ち合いとか弾のさばき方っていうのを覚えた方がいいかも。そうなんですよ、道義キャラ大体半分は波動拳で、そうそうそう、ゲージ削られてます。いやこれは嫌がらせ、はい、よい。じゃあちょっとセビバックステ燃焼しようか、ごめんね。じゃあ、はい、波動拳を全部セビバックステしてみてください。はいはい、できてんね。おー、なんか連続だとテンパってできません。集中すればできます。オッケーだわ。じゃあちょっと白いの回復しよう。おお。そうだね。で、さくらどうするかって言ったら、この前教えたように、はい、波動拳をこんくらいの距離ね、こんな近いと無理だからね、このくらいの距離で初段の波動拳をセビキャを前捨てした後にいきなり EX 竜巻みたいな。これで届くんですか。届くよ、この距離なら。うん、嘘だ。よし、じゃあちょっとやってみようか。はい、ほら届く。あ、ちょっと届かないと思って。ただ逆にこんくらいの距離でやってみようか。はい、ほらこんな感じになっちゃうから、こんくらい離れてるときにね。あ、離れてる。そうそうそう、そんな感じで。そう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 、そういう感じ。なんとか。まあ気さくではあるけどね、ちょっと遠いかな。うん、うーん、難しい、距離がわからない。こんなもんかな、とりあえず。うんうん、弾も練習しておきます。ね、まあ、これもね、どれもじゃなくて実践でやりたいね。波動拳をバンバン打ってくる竜と当たった時にもう、うん、チャンスと思って連呼した方がいいね。うん、でセビバックステ、そうそうそう、セビバックステもいるし、たまにセビ前捨てからバッと行ったりとか波動拳やったりとかっていう、いろいろね。基本はセビバックステとか、うん、とかな。そうだね、うん、黒人さんいなくなっちゃったのかな。黒人さんはね、どうなんだろう。あ、でもなんかさっき胸のサイズを聞いてたけど答えないから怒ってるのかも。うん、そういうところダメだと思います。でもそういうところはいいんじゃないの、黒人さんの売りだよ。うん、いや、なんかおっぱい大きければ誰もでもいいみたいな考えは嫌いです。黒人さんのねえ、さっきからさ、黒人さん好きっていう話一回も聞かないんだけど大丈夫かな。ゲージ貯めてもらっていい一回。はい、はい、おかしいなぁ。黒人さんは好きですよ。なんで、ほんと？下ネタ言ってる時の黒人さんも好きですよ。あ、なるほどなるほど、うん、でもその矛先は自分に向くと、そういうのはちょっとさすがにっていう。でもだから妹的ポジション、ここにの妹とか兄ちゃん的だから、に妹に下ネタ言わないでしょ、だって。あー、なるほど、確かに確かに、うん、てらし賢いな。あ、いよいよ、そうなんです。はい、じゃあどうすかな。とりあえずちょっとウルコンからの、はい、またあの近づきをやりたいなと思ったんだけど、はい、とりあえずゲージを貯めてみようと思ったが、とりあえず殴られてくれたまえ。はい、はいよ、ちょっと減らすぎ。はい、ウルコン当てて。あ、はい、あ、まあ、それかウルコンかな。よし、近づくんだ。遠いね。あのさ、当てようとする空中旋風じゃないから、はい、じゃあちょっといいワンパン当てて。パン できなかった、ごめん。そう、できない。すいません、いや、そんなはずは。ペイペイペイ。あ、友人さん、教えられないよ。千人そこ浅瀬。ちょっとダメージ当ててくれたまえ、私に。はい、私にダメージを。よし、あ、いいです、もういい、大丈夫です。はい、
ウルコンくれてくれたまえ。絶対に当ててくださいね、はい、これやで。ちょっと近…ちょっと待って、あれ、まあ、そんな感じでしたっけ。もう一回ちょっと歩道で殴ってくれたまえ。はい、オッケー、もう大丈夫でござる、はい、へえ、カモン。あ、当たりに行きます。よし、うん、大丈夫。さあこれからだよ。ほらほら、なんかそれっぽい、それっぽい。前ダッシュからかも。あれ、あ、前ダッシュから見たことある。そうだよ、前ダッシュからだよ。早くウルコン入れてくれたまえ。はい、前ダッシュ空中旋風だぞ。はい、あ、そう、死んじゃうわこれ。すいません、あれ、ごめん、体力ゲージ見てなかったわ。すいません、うん、あ、前ダッシュいらないって、やっぱり、やっぱり前ダッシュいらないって。はい、すいません。どうすればいいんだろう。よし、じゃあ俺が殴るぜ。はい、よし、ほら、当ててくれたまえ。はい、よし、あー、間違えちゃった。いて、ウルコンですよね。そうでございます。前出しいらない、普通に。そう、そんで置き攻め継続だ。遠いね。君、いや、慣れない、慣れないんですよ。よし、ウルコン当ててくれたまえ。はい、今のは入力早かったね。これもう上に入れっぱでいいのかな。いいよ、遠いな。ん、なんだなんだなんだ。ちょっと待って、ウルコン食らってくれたまえ。はい、あ、そうか、あれ、ごめん、体力ゲージ見てなかった、ごめん。あれ、おかしいな。なんなん、すいません、師匠、ちゃんとしてください。すいません、ちゃんと教えてくださいよ、時間ないんですよ。あ、すいません。ね、じゃあちょっと上り瞬分の練習しよう。あ、そうですね、こんなだ、こんなだわ。こんな感じで言っちゃっていいわ。楽しい、私の方が上だ。いや、そうじゃないんですよ。先生なんですわ、そこは。そう、これだよ、これ、これ。はい、これで。でも高すぎるな、もう少し低めだね。はい、こんくらい。そう、でもこれね、できるようになった方がいいよ。ウルコン当てた後、仕切り直しになっちゃうからさ、うん、それって嫌なんだよね。よし、ほら、暗い、行くぞ。あ、すいません、師匠。すいません、あ、ちょ、あれ、出ないね。あれ、シンクアウトじゃなかったっけ。もう俺無理だ、もうトライできない。じゃあ私が行きますよ。いい、お願いします。俺ゲージ溜まってねえじゃん。さあ来い、瞬分キャッチ。じゃあもっと全然高くだよ。もっとジャンプ頂点ぐらいでいいから。あ、溜まりましたよ、師匠。いや、俺当てたら勝っちゃう、もう覚えたから。そっか、倒していい、倒していい。えい、えい、まいったなあ。でもね、ちょっと今コメントあったけど、これって画面下から逃げるときもすごく使えるんだよ。あ、見ますね。そうそう、じゃあちょっとやってみようか。はい、じゃあダウンさせるんで空中瞬風で逃げてみて。はい、あらららららキュイ、うん、もうちょっと高い方がいいと思うな。大丈夫、端っこ、うん、おらららら、うい、なんか、ちょっとこんな感じで逃げていった方が多分いいと思うよ。遅いのかな、遅いね、おらららら、よい、もうちょっと早く、もうちょっと早く、うん、早く出す。待って、この野郎、いい、低いな。先週のなんか EX シュンプの後の悪夢がまた。まあいいや、とりあえずじゃあウルコン当てて朱印してみようか。高くて、高く、あ、ちょっと、いや大丈夫、それ俺も何回もしたから、私みたいにやっちゃったよ。高くね。はい、注意。あ、でもそれっぽい、今のは置き攻めできてたと思う、多分。ちょっと遅かったかもしれない。いや、でもいいと思うよ。はい、よし、じゃあもうワンパン、ワンパン、よし、ほら、あ、じゃあ、そ、2、はい、パンね。ワンパンって1回か、ほら、これ。あ、じゃあごめん、ちょっと高すぎたわ。あれ、とにかくテラチン、これだけ分かったでしょ。まあこれは難しいテクニックなのです。はい、そう、だからこれをちゃんと安定させるのも大事なんですね。逆にマスターしたら完璧よ。でもね、画面下から逃げる瞬風は最高でいいから。はい、これはね、できるようになった方がいいと思う。ごめん、ひょいひょい、カツ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 、え、無理ですよ、カツ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 、よいしょ、よいしょ、ゲームは取らんけどね。よし、じゃあ、こんな感じでございます。はい、はい、じゃあ残りがだいたい15分ぐらいなんで、
はい、じゃあよく言う剣をやるんで対戦しよう。先週と同じあれです。じゃあよく言う竜にしようか。いやでも剣の方がいいな。行きましょうか。はい、ちゃんと昇竜読みしなきゃですね。そうだね。あと対空大事ですね。そうだね。あとはやっぱりどうしてもブッパが多いから、そこに対してちゃんと咎めていかないとダメだね。はい、うん、よっしゃ今週はいいね。そう、我慢我慢。おーラッキー。おお、あ、まあしゃあない。あ、おーいいね。今でもウルコン入れが勝ててる体力だから、そう、毎回やるんじゃなくて体力見ないとダメだね。いいね。いや、いいよいいよ、勝っていいよ、はい、これ一応仮想対戦だから、はい、テラチンは全力でやっていいよ。わかりました、うん、倒す。忘れてた、こいつ TPP の剣だった。あ、届かない。よし、あ、割れるやつだ。大丈夫。うむ、今のよくガードしたね。あ、おお、あ、おー、危ねー。はい、うー、そこまでか。ごめん、最後のは低 PP じゃなくて1500ぐらいの PP の剣だった。うん、勝てないな、シャオ。じゃあ次また PP700 の剣を。はい、あ、ちょっと届かないよ。やっぱ剣のね、昇竜は角換入れづらいよね。はい、昇竜の後の昇竜に当たったりして。そうなんだよ、ほんとこれ、この剣は結構強いからね。はん、うぅ、そうだ、うぅ、当たる。あー、もったいない、出ない。うん、やっぱり乱戦になると弱いね。そうなんです、うんうんうん、頭が回らないです。大丈夫、勝てる。危なかった、対空出さなくてよかったのか。今はいいね。あー、跳ねちゃった。あ、そっか、忘れてた。なんでこれカードできるの。やっせ、やっぱダメだ、乱戦になるとダメだな。よしよし、ダメだ、まだ570のさくらだわこれ。ダメです、うん、もうちょっと やんないとダメだな。はい、昇竜読みしなきゃダメなのか。そうだね、昇竜にめっちゃ当たってます。昇竜読みしてガードした後にきっちりと、安くてもいいから角換入れないとダメだね。はい、うん、元ガードしよう。できることが増えてる分悩んじゃってるのかもしれないな。確かに、これやらなきゃ、これやらなきゃとなってます。うんうん、あと、なんか起き上がりの、なんだっけ、ちゃんと昇王、ジャンプに昇王仕込みしてたら全部、あ、そうそう、昇竜に負けちゃうからね。うんうん、
セビーチだったね、なんか。いいね。おお、なんで攻撃出さないの。出しました。あ、出しました。あ、嘘だ。小足が多分昇竜に負けました。単純に。だってグラップとか練習したけど、グラップする機会全くないんだもん。まあそこの段階まで行ってないからね。その手前でまだ今追い払われちゃってるから。あ、そう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 。いいね、いいよいいよいいよ。あ、そうだった。あ、まあしょうがないね。行きましょう。いて、今の良かったわ。まあまあ、来ると思った、うん、今の完璧な攪拌だったね。で、上手い人でもみんないつも攪拌入れるわけじゃないから、はい、よし、今勝利を読んでそこにちゃんと攻撃入れようって意識が必要だね。はい。下手すぎる。ああ、もったいない。いいよいいよ、でも焦がすのはマジ大事だからね。いいねいいね。ダメか。めくりもガードできてないよ。難しいです。難しいか。めくりガード地味に難しいです、このゲームって。マイル中キックとがめたいね。そう、そういう感じ。そう、置き手火は強いよ。ちょっとだから。あー、なんとそれ。いや、ダメだから。そこでテンパらなくていいんだよ、はい、あら、なんだこれって言っても冷静冷静にね。緊張してやがる。なんかね、でもやっぱ見えるわ、その戦前後にすごく苦労してるテラチンが。うん、いつもこんな感じです。そうだよね。弾打たれるのがでも一番苦手です。そうだよね。よし、じゃあちょっと別のキャラ行こうか。はい。よく言う仙台豪気を。大きいやな。まあでもこれはさくら実際きついと思うけどね。はい、うん、まあ時間もあんまりないし。でもな、豪気戦は異常に時間かかるからな。これは近づかなきゃダメですよね。そうだね。で、クリア見えないぞ。うん、そんなあったな。よし。あ、あのもんだすね。まあいいのいいのいいの、全然いいんだよ。ダイヤして悪くないからね。下手すぎる。あ、あテンパるな。いいね。いいよ。そこで、ね、テンパる必要ないからね。はい。コンボが途切れても別にそのまま投げに行ったりしてもいいから。危ねえ。ひょい。いいね。あら、やべ。よし。あ、やばい。
今の投げ良かったわ、はい、ああそうか逃げるやつか動かない対空出るいいね垂直攻撃はいいよすごい、はい、あーしましたよし緊張合気戦はさくら相当きついと思うからねはい、まあ、俺がそもそも合気下手なのもねちょっと災いしてこの合気はあんまりね低PP 帯にいそうな合気ではないな痛て痛てそれ強い足払い見えないよいいねそっかセミーチはダメだダメだ俺ダメできない逃げろ逃げろあ飾ってないしこれね絶対やってくる人いると思うわ最強技だからこれは辛いっす、うん、ガフガフいやでもいいと思うよ。いいよいいよ。気合も大事。いいね。いや波動拳の全然いい。たまよくてもいいか。それ読んだらどうすればいいですかね。ああ桜はどうしようもない。ああどうしようもないか。うんズラつぶしじゃとズラつぶしじゃね誰がズラだズラつぶしこの野郎クラッパーしますいいねワンチャンいく無理うグラッパーしますあ確かにねグラッパー完璧だねあーうまい人じゃないですかやっぱりじゃあはい、そうだ時間的にあれなんではいどうすっかなねちょっと一つだけ気になったところがあるんではいちょっとキャラをね竜巻旋風客の勝利なんだけども、うん、テラチンしゃがんで勝った後着地を待って攻撃を入れてると思うんだけどそうですねそう竜巻はでもね実は着地硬直ほとんどないんだよ途中に入れるんですかそう途中に入れるしゃがみ大パンチ入れてこうか大パンチしゃがみ大パンチでいいや何も仕込まないで仕込まないで、はい、それしかないんじゃないかなあそっか空中あたりだから仕込めないのかそうそうそうそんな感じさっきどうしても乱戦の中は乱戦の時はこういう感じの疲れに対してなんか入れようとしてたけど着地は本当に隙がないんで、はい、そうそれでいつもそうそうなんかこんな感じそうそうそうこんな感じそう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 まあ弱であんま使う人はいないかなはいだどうしても欲張りたくなるんだけども欲張らないでそうそうやってしっかり落とすと股間そうだねはいオッケーオッケーこれちゃんと覚えておいてねはいあとじゃあ、せっかくなんで竜の空中竜巻空中竜巻そうそうそうこんな感じでやられるとすごい困ると思うんでもうそうっすそうそうそう裏かよ表かよそうそうそうでもねこれはね見てガードするのは無理なんだわってことはどうしたらいいんですかもう来るかなって空気を送ってやるしかないねめくりかなでもそうすると飛びが通るからさそれはきついよねこれはもうどうしようもないですか二択なんですか二択だねうん、まあでも空中竜巻食らった後離れるから、うん、まだまあ食らってもしょうがないっていう感じかな飛び通るよりはいいと俺は思うねじゃあ基本を持ってに、うん、そうだねよって思ってた方がいいでもなんか怪しい時はもうワンチャンで裏ガードっていうのはあるかもしれないあ下手だろ
これこういう攻撃ってさくらにはできないんですか？さくらにはない。あ、はい。まあできるのは竜と、こんな見えないの、竜剣豪気かな。竜剣、あー、やっぱりそうだね、うん、あと殺意、殺意剣、殺意もできるね、うん、鬼とかは、鬼はないんじゃないかな、これ竜巻剣の表裏っていうのは。へ、あるかも。おい、 あるわ鬼は。じゃあさくらとダンだけだわ。ダンさんもないのか。ダンはないね。いいね。竜巻は、あ、これあの対空はまずいんですか？竜巻はね、対空無理だね。あー、でもガードするしかない、うん、そうだね。ただ起き上がりにさ、 EX、 あ、ごめん、起き上がりにウルコンの上の方のやつ。あー、はい、上、天井、そう、多分ね、はい、それ当たると思うんだよね、相手があんま上手くない。起き上がりに、そう、じゃあダウンさせるから起き上がりにとりあえず上で打ってみて。はい、多分これ当たるんじゃないかな。おお、そう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 、こんなこういうこともできるんで。うん、天照覇王剣は、覇王剣じゃないよ、ごめん、覇道剣は確かウルフォンになって弱体化しちゃうんだけど、セルとスパフォーの間は強いし、もしかしたらその修正は戻るかもしれないんで、はい、うん、だからこんなこともまあ一応できると。竜巻読みだと、あ、今出ないか。じゃあこんな感じかな、時間になったんで。はい、はい、今回に関しては、まあ、グラつぶしとエミリオ式と、はい、それから昇竜に対する確定反撃をしっかりする、うん、あとは今みたいなウルコン、うん、相手がなんか飛んできた、甘い飛びをしてきたときにちょっと起き上がりに打ったりするっていうのは大事かなっていう感じかな。はい、うん、あと、はい、まあ、でグラップのタイミングが完璧なんで、はい、引き続き今度は対戦でもちょっとできるようにしといてもらって、うん、で次回までに対戦をまあ10戦以上して、うん、苦手キャラ 1,2 キャラちょっとこういうのがきつかったっていうのを言ってもらえれば、はい、少しその対策をやろうかなと、やりましょう思います。ちなみに、はい、あんなに剣にボコボコにされてたんですけど、はい、強くなれますかね。いや、もちろん。わかりました、うん、テラチンはね、対戦してると、ああいろいろ練習したのにできないよみたいな感じで、うん、どんどん思考が、うん、そう、うん、あのしぼんでっちゃうタイプなんで、はい、うん、でもなんかなんだろうな、逆に低 PP 帯を抜けた後は成長早そうだなと思うんで、おお、なんとかこの1000台2000台を抜けれたらいいなと。はい、あ、ほら、小国さん、俺に二人きりで教われば誰にでも勝てるよって。はい。はい。え、緊張する。あ、まあ、緊張は、すると思うんだけど、まあでも、確かに小国さんは、こういう道義系の教え方うまいと思うんで、はい、そういうのも、この弟子企画、もし終わった後とかに、いろいろ聞きたいことあったら、聞いてみたり、頼ったりするのはありかもしれない。はい。で、小国さん、こんなだけど、格言に関してはストイックなんで、はい、多分ちゃんと教えてくれると信じてたい、はい、と思います。でもいつもエボに向けての配信でいつも開いたら、うん、スパフォーしてないです。なんか寝転がってます。あれはあれだから、あのエボへの道みたいな感じでタイトルすると、はい、来場者数が伸びるから。あ、そういうこと。そうそうそういうこと。そうです。でもまあこれ以上は言えないけどね。はい、うん、はい、ありました。じゃあテラチンまた来週よろしくお願いします。はい、オツです。やってきます。練習してきます。ありがとうございました、皆さん。じゃあね。はいよ。という方に、いや、嘘です、国人さん冗談ですからね、怒らないでくださいね。国人さん嫌われたら俺この業界で生きていけないですからね。はい、という形でですね、次の方をお呼びしたいと思います。前半部分テラチンでしたが、次はサンティゴさんという方のローズを鍛えるという形になっておりますので、お呼びしたいと思います。ちょっとね、前回はお仕事の関係で無理だったんで、今回が初めてということになっておりますので、サンチャゴさんご用意はよろしいでしょうか。もしよろしければ通話をそちらからかけていただくことはできますでしょうかね。ちょっとアイコンが SGC ですけど、サンチャゴさんですよね。どうですかね。いらっしゃりはしますね。あ、来ました。もしもし。あ、もしもし。あ、もしもし、はじめまして、セントスです。はじめまして。
サンジャコさんで。サンジャコです、はい。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めて、すいません、あの先週は。あ、とんでもないです。お仕事はしょうがないと思いますんで。いやー、ちょっとリスナーの皆さんもすいませんでした。とんでもございません。せっかく、ちょっと投票していただいたのに、申し訳なかったです。いや、でもね、あの中で選ばれたっつうのは、やっぱみんなの期待もあると思いますからね。そうですね。0.2% ぐらいでしたもんね。はい、ただ、その、あんまりその、気負わないで、楽しくやるためのきっかけみたいのを掴んでいただきたいなっていうふうに思ってますんで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ズバリ、まあ、3回になってしまいましたけども、意気込みとか、意気込みって言ったらおかしいな、目標 PB とかってありますか？目標、まあ、3回のうちにどんだけ上がるかっていうのはちょっとわからないんですけど、はい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 、そうですね、まあ、まずはそのまあ初心者の壁と言われる、はい、まあ、2000とか2000、そのあたりをちょっと1年じゃない、今年中にちょっと、今年中に2000行きたいと。そうですね。 OK です。別に目標を定めたからといって達成しなくちゃいけないわけじゃないんですけど、はい、あの予算の達成とかもそうなんですけど、ちゃんと目標があるとそれに対する進捗が終えるから、なんか自分の中でこう指針になるんですよね。はいはい、なるほど、はい、だから一応持っといた方がいいと思うんで、じゃあ一応1500ぐらいにしときましょうか。わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、冒頭に言わせていただきたいんですけど、次回までの間にランクマを10戦以上やっといていただきたくて、はい、はい、それで、このキャラのこういう行動がきつかったですっていうのをちょっと教えてもらいたいなと。わかりました、思います、はい、でタグって何、はい、でしたっけ。あ、タグさっきあのスカイプのチャットでお送りしたんですけど、スカイプのチャット、ちょっと待ってくださいね。はい、チャット、あ、これか。あれ、でも表示されてないですね。あ、本当ですか。はい、申請とかってしていただいてます？申請は送れたと思うんですけど。あ、送ってはいるんですね。はい、じゃあちょっとアルファベットで言っていただいてもいいですかね。あ、はい、 THE、 ちょっと待ってくださいね。はい、でも THE の段階までで大丈夫だと思います。 T、 あれ、ザですね、ザ。あ、ザか。はい、あんまりでも緊張とかされてる感じないですね。いやー、緊張してますよ。本当ですか？なんかもう手汗が、手汗がソウルスパークって感じです、ね、なるほど、気合は伝わってきました。あれ、ないな。でもハテナって出てる。んー、あ、でもなんか2回送ったんですよ。で、はいはいはい、1回目が、はい、あのセントスさんの、はい、あのプライベート設定みたいなので送れなくて、え、そうなんで、それで2回目送ったら結構すんなりいったんで、はいはい、送れたとは思ったんですけど。なるほど、どうすかな、もう一回送ってみますか。できます？ちょっと待ってください。はい、ないっぽいんだけどな。ちょっと待ってください、ね、はい、基本的に知り合い以外のフレンド登録はですね、ちょっと今してない状況なんです。なんてかというと、こういうその企画の時にスロットに空きがないことが Xbox だと多分にありますんで、はい、ちょっと申し訳ないんですが。ウプヌシンガーですよね。そうです。ちょっと待って、あ、やっぱり受信者のプライバシー設定によりメッセージを送信できませんでしたって言ってますね。確か、じゃあこっちからトレンド登録した方がいいな。じゃあ、タグを書いていただいてもいいですかね、スカイプに。あ、はい、わかりました。ザか、小文字でいいですか？小文字で大丈夫です、はい、その続きをしていたいな。お、来ました、来ました、これか、これはどういう意味のタグなんでしょうか。弟子サンチャゴですね。あれ、あー、そういうことか。ちょっとこれ用にちょっと新しく作って、あ、作ったんですね。そうですね、 0PP からちょっと頑張ってみようかな。なるほど、なるほど、はい。格ゲー歴みたいのっていうのってどうなんだっつったっけ。はい、格ゲー自体は結構好きで、というか、まあ、ゲームが好きなんで、はい、本当に最初の頃だとスーファミのスト2とか、はい、お兄ちゃんとやってたり、
してて、お兄さんが、はい、そうですね。で、当時、まあ、自分が住んでた町の、はい、こうビデオレンタルビデオショップと、はいはい、ビリヤードクラブがちょっと一緒になってる、あ、ありますね、王権の、はい、まあ、そこに筐体が KOF とかあって、はいはい、でそこであのあのクリスとかちょうど出てたオロチとかの頃とか、ね、はいはい、やってました、ね、なるほど。え、今お送りしたんですけどもどうでしょうか。あ、来ました来ました。あ、ました。じゃあ、はい、ちょっと受信していただいて、でゲームでもなんかそんなにですね、ガチではやってないと。ガチでやってないというか、そのガチでやるもんだっていう認識がなかったんですね、まあ、でその時やっぱり。いや、でもゲームはそういうものではあるんで、なんでちょっとここ数年で、はい、そういう世界があるんだなっていうのが。なるほど、 OK でございます。じゃあお呼びしたんで、はい、はい、お願いします。まあ本当になんかこう、なんだろうな、まあ、楽しくやるっていうことはそのままやっていただいていいんですが、そうです、まあ、その格ゲー特有の読み合いとか練習の仕方とかを知るともっと面白くなる可能性があるんで、はい、それをぜひ。おし、じゃあとりあえずローズを。回線とか大丈夫ですか。回線全然大丈夫です。あ、よかったです、はい、でローズまずウルコンなんですけど、はい、2以外は基本的に使わないでいいと思います。あ、それでちょっとお聞きしたかったんですけど、ウル4で、はい、KKK になったじゃないですか。そうですね。なので、はい、で今ローズってダブルとかやってる人結構いるじゃないですか。いますね。なので、はい、1とかを練習した方がいいのかなってちょっと思ったんですけど。いや、でも基本的には2の使い方を覚えてった方がいいんで。なるほどなるほど。気にせずやっていただいていいと思います。わかりました。はい、まあ、今はとりあえずもうウルフォーデンの8月なんで、とりあえずスパ4のまま練習でいいと思います。うんうん、はい、なるほど。なので、それでお願いします。はい、ではまずなんですけど、ローズでですね、次回までにちょっと練習しておいていただきたいコンボがあるんですが、はい、しゃがみ弱パンチ、しゃがみ弱キック、しゃがみ中パンチキャンセル、このスパイラルなんです。あ、ちょっと必殺技まず全部出せるかどうかやってみていただいてもいいですか。ソウルスパーク OK ですね。リフレクトアップ、ソウルスパーク、はい、そうですね、 OK です。はい、じゃあこのコンボもしかしてできます。あ、これちょっとさっき練習してたんですけど、はい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 、ちょっと全然安定 しないですね。あ、なるほど、これは2ヒットなんで繋がってますね。2ヒットですね、これね、まずちょっと待ってくださいね。最初のこれがまず繋がってないんですよね。あ、なるほど。だからもっと弱を速くしていいですね。弱パンと弱キック速くていいです。じゃあガードしてるんで弱パン弱キック中パンだけやってみましょうか。ちょっと遅いこれぐらいですかね。ちょっと遅いですね。あ、今の入ってたっぽいです。とりあえずキャンセルはなしでいいですよ。あ、わかりました、やってみましょう。やっぱ中パンが遅いですね。うん、遅いですね、ちょっと。うん、今のつながってましたね。これがですね、キャンセルして、はい、あ、キャンセル、そうなんです。これでもローズの基本コンボなんですけども、これが猶予がゼロフレっていう、いわゆるゼロフレコンボなんですよ、はい、だからすごく難しいんですが、でも基本コンボではあるので。そうですね、上手い人たちはみんなやってるコンボですよね。そうですね、まあ安定してない人もいますけども、練習はしといた方がいいと思います。はい、いいですね。いや、いいですよ、いいですよ。中盤基本的にちょっと遅めですね。でも辻式みたいのちょっとやってますね。あ、それでちょっと小足が出ちゃう。あ、小足、小盤が出ちゃうんですね。はいはいはい、辻式もなんか全然うまくなった。あ、そうなんですね。いや、いいと思いますよ。あ、ちょっと待ってくださいね。いや、俺もでもやっぱ安定しないな。うん、やっぱそうですね、難しいですね。うん、全然繋がんないわ。
まあでも練習しといてください。わかりました。いや自分はローズ界じゃないから。でもセントスローズにはこう一定のファンがあると自分は思ってるんですけど。そうですか、はい、なんでなんだろう。そこはちょっとわかんないですけどね。はい、じゃあこのコンボは、次回までに、ちょっと練習はしといてください。そんな毎日すごい何時間もなんてやる必要ないですからね。わかりました、はい、ちゃちゃっとやっといていただいて、まあ、難しさを身に染みて、でもできるだけ勝負どころで入れたいと。あとこのコンボちょっと難しいとこなんですが、うんうん、はい、この距離だと、ごめん繋がってないんですけども、この距離だと、中でいいんですが、離れちゃうときがあるんですよね。こんくらい離れてるときはEX とかじゃないと届かなかったりするんで、あそのちょっと難しいところもね、締めを変えなきゃいけない。そうなんです、すいません、うん、全然繋がんないけどごめんなさい。はい、ダメだ繋がらん。とにかく締めを変えなくちゃいけないっていうのは知っておいてください。わかりました。まずそもそもローズのスパイラルの特性なんですが、はい、これ弱中強 EX ってあるんですけど、はい、移動距離が、弱中強 EX の順に長くなります。あ、すいません。で、はい、硬直がですね、実は EX の方が短いんですね。はい、弱中強 EX って順番に距離は長くなるんですが、硬直はEX 強中弱っていう順番に長くなるんで、あ短いんで、なんつったらいいんだろうな、弱が一番 ガードされると隙が大きいです。発生が早くて隙が大きい、ね、そうですよね。それはちょっと知っといてください。はい、で今日が、はい、発生遅いけど隙が少ない。隙が少ないですね。ただめり込んじゃうとダメなんで、できるだけこの技をガードさせたいときは先端をガードさせたいんですよね。はい、ですね、ちょっと待ってくださいね。自分がちょっとガードしてもらっていいですか。しゃがみガード、はい、これの後にしゃがみ中パンチ打ってもらいたいんですよ。わかります。いいですか。 OK です。しゃがみ中パンチじゃダメだな、ちょっと分かりづらいです。しゃがみ中キックお願いしてもいいですか。こういう感じで距離によって勝てるときと勝てないときがあるんですよ。これぐらい離れてる距離からやるとこっちの方が早く動けるんですね。なるほど。ちょっと待って、これが密着だとそうなんですけど、こんな感じで、あこれはちょっと体感的に覚えてもらいたいんですよ。だからこのスパイラルっていうのは、弱とか中の方が硬直長いんですが、先端をガードさせることでフレーム的にローズがまだ自分のターンを維持できたりするっていう技なんですよ。だからちょっとこうね、しゃがみ中パンチの当たりそうな距離からだいたい弱中強どれがいいかみたいのをちょっとですね、体感的に覚えてもらいたいですね。あでそれ次第ではちょっとガードしといてもらっていいですか、ずっと、はい、なんこんな感じで自分のローズよくやるんですけど、ズーズーしくしゃがみ中パンキャンセル中のスパイラルみたいのずっとやったりとか。でもこれめり込んじゃうとダメだったりしますんで。ああなるほど、はい、だから、スパイラルを相手にガードさせたいときは、あちょっと倒してもらってもいいですか。間に合わないかもしれないけど。いいですよ。ああ OK です。なのでローズっていうのはなんかやれることがすごく少ないんですよ。うん、そうですね。そうなんです、攻めの幅がないんで。だからやっぱりこういう細かい部分っていうのを自分で調節していかないと攻撃が当たらないっていうキャラではあるんで、うまくですねちょっと調節してできるように。じゃあちょっとガードしてるんでやってみてもらってもいいですか。あこういうのはダメってことですね。そうですね。いいですよ。爆制とかしない方がいいです、ね、あそうですね、しゃがみ中パンスパイラル、しゃがみ中その後しゃがみ中パンスパイラルやってほしいですね。なるほど。いい感じだと思います。そうだからこれぐらい先端だとそっちが勝てるんですよね、うん、はい、どんどんいいですよ。見ながらは確かに難しいですね。これはいいですね。ちょっといいですよ。うん、そんな感じで、うまくスパイラルを先端ガードさせれるとまだ自分のターンが続くっていう認識でいいと思います。
はい、大丈夫でしょうか。わかりました。はい、なんか不思議なことあったら全然聞いてくださって大丈夫ですよ。はい、今の大丈夫ですか。わかります。大丈夫ですか。 OK です。ちょっとまだ意識してはできないですけど。あ、大丈夫です大丈夫です、はい、その認識だけ持っていただければ大丈夫です。はい、あ、いいですよ。レディをしていただいて、で、これと同じ原理なんですけど、スライディングがローズは非常に強いんですよ。あ、はい。次はじゃあスライディングも同じことしましょうか。はい、ですね、ちょっとこれ押し出すの難しいけどな。あ、で、ステージ選んでいただいていいですか。さて、どうするか。これもの方が良かったですね。あ、まあ、大丈夫です。スライディングをですね、深くガードされると攪拌があるんですが、先端をガードされると隙がないんです。大丈夫ですか。はい、はい、ちょっとガードしてもらっていいですか。はい、ガード後に、しゃがみ弱パンチ打ってもらってもいいですか。はい、 OK です。コパン、あ、そうですね、隠れますね。そうですね、この距離だとコパン隠っちゃうんですが、まあ、ちょっと距離的に厳しくいこうか。なので、隠る距離と隠らない距離っていうのも対戦でやっていくうちに覚えていくしかないですね。うーん、すげえどうでもいいんですけど、すみません、サンチャコさんに関係ないんですけど、左上にいる人が力丸さんにそっくりだな。やばいな、今まで気づかなかった。あれ、力丸さんか。頭かいてる人ですか。そうです、ちょっと驚きました。はい、じゃあ続きやりましょう。スライディングをうまく先端ガードさせれるようにしてみてもらっていいですか。スライディングの後はガードしててください。あ、わかりました。俺が下手だな、変なのがいいな。あ、でも本当に結構先端でないとダメなんです。そうなんです、アイテム動くんでそれがむずいんですけどね。まあ、これローズだとすごく大事なことなんで、スライディングとスパイラルっていうのは先端ガードさせれば大丈夫、深めにガードされると攪拌があるっていうのは覚えておいてほしいですね。はい、はい、ローズってほんとシンプルな分、こういう細かいところを気を使ってなくちゃいけないんですよね。あとね、スライディングでちょっと気をつけなくちゃいけないのが、ちょっとこのぐらいの距離からやってみてもらっていいですか。こんな感じで、あ、そうなんです、逆にガードされないと相手はこのスライディングのすっかりを狙ってきたりすることもあるんですよ。うまく先端の場所だよのところがちょっと下がっちゃったりとかして、そこにしっかりとお仕置きをしてくる場合もあるんですよね。だからスライディングが強いんですが、なかなかね、それを多用させてくれない人たちもいますね。なるほど、はい、じゃあこのすっかりになんか入れてみてもらっていいですか。しゃがみ中盤だけでいいです、とりあえずは。はい。難しいですね。そうなんです。そう、今なってますっていう感じなんで、まあ、今それをやれるようになるっていう話じゃないんですが、そういう特性の技だっていうのは知ってもらいたいんですよね。はい、で、それはこのスパイラルにも言えたことで、スパイラルも、まあ、中盤ガードさせてからのスパイラルが多いと思うんでいいんですけど、スパイラル単体に関して言うと、ちょっとこうそのスカリに対して、じゃあその辺からちょっと中でやってみてもらっていいですか。あ、スパイラルですね。あ、OK、もう一回、もう一回お願いします。こんな感じで、うーん、全部距離が大事。そうなんです、先端ガードさせたいんですけども、ちょっと離れてるとスカっちゃって、そこに攪拌を入れられるっていうね、っていう特性の技なんです。はい、はい、ただしでもローズの生命線なんで、ちゃんとできるようにならなくちゃいけないっていう、ちょっとめんどくさい感じですね。あ、ちょっと聞いてなかったんですけど、ちなみにローズを使いたい理由ってジョジョですか。あ、ジョジョもあります。なるほど、一応聞いといていいですか、はい、と、あとはあんまりこの、その例えば、はい、スパ法で言うとキャミーとかフェイロンとかってやっぱり強いキャラって一般的に言われてるじゃないですか、はい、であまりそういうキャラじゃなくて、はい、で結構
なんて言うんでしょうね、じっくりこう格ゲー力みたいなのが上がりそうなキャラみたいな、なるほど、感じですかね。OK です。まあローズはすごくそのこのバックステップがとにかく強いんですよ。それと、あ、はい、結構大事な理由として自分、はい、やっぱビギナーなので、はい、ウルコンってすごいやっぱ魅力的じゃないですか。あ、確かに、はい。でも例えば竜とかやると、はい、熱波動を入れるまでのプロセスが結構大変だったり。あ、そうですね、そうですね、はい。でもソウルサテライトは、はい、なんか出しときゃとりあえず OK みたいな。そうです。でウルコンゲージをその無駄にあまりしないで済むみたいな。そうですね、いや間違いなく合ってますね、その認識は。なんでその初心者から結構そういう意味で、はい、存分にこうある程度の要素を楽しめるのかなっていう。で結構あの、はい、そうですね、はい、あのウルコンは逆転性も秘めてるし、あと相手の体力少ない時の削りにはすげえもってこいの技なんですよね。はい、そうだからもう毎試合とりあえず打っちゃっていい技なんで、それはいいと思います。 OK です、ありがとうございます。はい、で、とりあえず今スライディングとサテライト、サテライトじゃない、すいません、スパイラルかっていう技の特性をお教えしたんで、じゃあ次対空をやってみましょう。はい、はい、基本的にしゃがみ大パンチでいいです。だから飛んでいくんで落としてください。いいですか。はい、はい、OK です。いいですね。OK ですね。これって早めの方がいいんですかね。出し切っちゃってる状態が一番判定が強いので、今のタイミングで間違って、今ちょっと遅かったかもしれないですね。そうです。でも、ちゃんと出せてるんでバッチリだと思います。はい、で、ちょっとね、まあ、一応知識としてなんですが、ちょっとですね、こういう対空もあるっていうのだけ一応知っておいていただきたいんですが、ですね、相手しゃがみ大パンチが届かない距離で相手が牽制でジャンプをしてくるときがあるんですよ。はい、それをもしかしたら相打ちになっちゃうかもしれないんですが、しっかり落とすときに、立ち大パンチとかを対空で使うことがあるんですね。はい、それちょっとやってみましょう。マフラー、そうです、ね、マフラーパンチなんですけども、はい、ちょっと待って、あんなも打たなくて大丈夫ですよ。はい、このぐらいの距離ですね、もうちょっとかな、こんくらいの距離から飛ぶとしゃがみ大パンチじゃ落ちないんですよ。そう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 、はい、その時に立ち大パンチで落とすんですよね。ちょっとやってみてもらっていいですか。そうです。でも判定は弱いんですよ。なるほど。そうなんです。もうちょっと早めですね、もうちょっと早めかな。そうそうそう、だから相打ちを取るような感じで、そう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 、そう、これが一応遠回った時、ただ判定は弱いです。だから相打ち取れたらいいかなぐらいなんですけど、でも相手はやっぱ嫌なんですよね、どの距離でも落とされるっていうのは。はい、っていう感じなんです。でもう一つなんですけど、はい、これは結構強い対空なんですが、スライディングをするんですね。スライディングって姿勢がすごい低いから、いきますよ。はい、あ、でこの後当ててもいいし投げてもいいんです。そう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 、なるほど、間違えました。ですね、スライディングで透かして投げるか、スライディングを当てるかっていうのもきちっとした対空なんですよ。なるほど、はい、いきますよ。トーマの場合ですね、はい、あ、ただですね、めくり気味飛んだ時もスライディングで避けて投げるっていうテクニックがありますね。じゃあまずトーマからいきますよ。はい、いい、それで、これはガードできてないですね、これはだから完全対空です。ああ、そう、それでもいいですねっていう対空も一応あるんで、ただあくまで姿勢が低くなるだけであって、そう、このようにクライアントがなくなるわけじゃないんで、そこは気をつけていただきたいんですが、はい、はい、じゃあ次めくりで飛びますね。めくりっていうのは逆側にガードすることなんですけど、はい、これですね。じゃあこれを飛ぶのをスライディングで避けて投げてみてください。いきますよ、はい、あ、ちょっと待って、こんくらいかな。そう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 、みたいな、ちょっととっさにはむずいと思うんですけど、一応知識として持っておいていただきたいなと。わかりました、思います、はい、はい、でそんな感じかな。そうですね、
でこれ投げ抜けになってますけど、相手は結構あこれビクッとするんでなかなか抜けれないもんなんですよね。あと知っといていただきたいのは、ローズは全キャラの中でもトップクラスのバックステに加えてトップクラスの投げ前があるんで、はい、それは知ってました。それはあのセントス動画で。ああ、わかりました、ありがとうございます。そうなんです、だからそれも強みだっていうのは知っといていただきたいですね。はい、あとですね、ちょっと待ってくださいね、立ち中キックからしゃがみ中パンチがつながるんですよ。はい、あの、はい、筋中継。そうです、そうです、ですね。このグラ潰しに使うという知識だけはこう よくご存知。そうなんです、そうなんです、これ空中に行くからグラップされ、投げられないんですよね。だからですね、そうで、さらにそのグラ潰しからこんな感じでコンボをつなげたりできるようになるといいんですよね。ちょっと待ってください、一回こかしてこうやってこんな感じで、こかして垂直、あ、斜めジャンプしてこんな感じで、すかしジャンプからのグラ潰し中キックからコンボできたりするとちょっといいなっていう感じですね、はい、ただこれねセットプレーとかが難しいと思うんで、一応こう近距離立ち中キックからのしゃがみ中パンチの目押しコンボもできるようになっていただけるといいかなっていう感じですね。そうですね、これがこれもあんまり全然安定しないんですよね。そうなんです、そうなんです、これは難しいです。これもゼロフレなんですよ。そうですね、あ、じゃあ倒しちゃってもらっていいですか。ちょっとね、正直ローズは結構難しいキャラなんで、今かなり奥まったことを先にお教えしちゃってるんですよ、はい、だからちょっと混乱するかもしれないんですけど、知識として持っといていただきたいという形で今お教えしてる感じになります。はい、わかりました。あ、空中判定じゃないんだ、ただ投げ無敵な地上技なんですね。すみません、失礼しました。そうですね、こうしてこんな感じですね。あ、繋がんなくなっちゃった。やっぱなんかちょっと緊張するとダメですね、はい、それからですね、あとコンボなんですけど、はい、相手が勝利拳とか使った時に入れたいのはしゃがみ中パンチキャンセル中のスパイラルかなと思うんですよ。目の前でこう昇竜の仮に、そうそう、そういう感じなんですけども、はい、相手が画面足だった時ってちょっとむずいんですけど、こういう高火力コンボができるんで、一応この画面足限定だけちょっと倒してもらっていいですか。はい、ですね、しゃがみ大パンチキャンセルの密着状態じゃなきゃダメなんですけども、今日のスパイラルじゃないや、今日のリフレクトだ、リフレクト、はい、はい、やってからの今日のソウルスルーですね。あ、いいですよ、いいよ、練習なんで。そうですね、そういう感じです、はい、いいですよ。まあ狙うとこあんまりないんですけど、すげえこれ減るんですよ、だから、これも知識としては持っといていただきたいなっていう感じですね。はい、はい、じゃあですね、波動拳跳ね返す練習しましょうか。あ、わかりました、はい、これがね、苦手なんですよ、ね、苦手ですよね。で、はい、基本的にジャグが一番吸い込みやすいんですよ。で、これゲージ溜まるから、ほとんどジャグでいいと思います。はい、でもジャグばっかだと相手がどんどん攻めてきちゃうから、その時は中を打ちますね。で、相手が上だと思った時だけ強を打つって感じですね。今日はあんまりじゃあそんなには使わないって感じですね。そうですね、じゃあちょっと強を打ってみてもらっていいですか。強で跳ね返してもらっていいですか、こいつを。はい、あ、以上、すいません、あれ、出ない。あ、全然大丈夫です、すいません、はい、すいません。ちょっと難しいですからね。はい、あー難しいな。でも、こういう感じで飛び道具打った後上から攻めようっていう人がいるんで、そういう時だけですけど、自分のローズ使ってる人生の中でも今日使ったことほとんどないんで、そうなんです、あまり無理して打たなくていいと思いますね。あ、抜きさんもいらっしゃるんだ、ありがとうございます。あ、ニャンパスです。ニャンパあれ抜き勢ですか。いやー、尊敬してます。あー、まあそれはそうですよね。です、じゃあ、次はじゃあリフレクトの練習しましょう。はい、やっぱり一番やる機会が多いとなると竜戦だと思うんで竜でやります。はい、あ、ボタン押していた、あ、いい、ですね、タイミングとしてはやっぱりもっと全然早めですね。
あ、抜きさんありがとうございます。頑張ります。あ、ゆげさんもだ。ありがとうございます。ゆげさん、このアイコンなんだろう。すごいな、いろんな方見ていただいて本当ありがとうございます。いや、緊張しますね。気にしないで大丈夫です。サンチャコさんもね、後の 5000pp プレイヤーになるわけですから。そうですね、はい。とりあえずじゃあ波動拳を打ちます。弱中強で適当に、はい、それをまず、弱で跳ね返してもらってもいいですか。はい、もっと全然早く、そう、もっと早く、そうね、結構間に合わないことが多いんですよね。あと遅いのを混ぜられて、はい、ちょっとそのリフレクトが終わっちゃうみたいな。でも弱だと結構長いじゃないですか。そうですね、ただ弱がすごい安心なんですよね。あ、そういう意味でも弱がいい。弱がいい、一番。だこれが次、じゃあ中いってみましょうか。はい、中はむずいんです。あ、遅いね。そうですね、コマンドもここつかないですね。いや、全然もう最初はそんなもんなんで、最初からできたらみんな格ゲープレイヤーみんな泣いちゃいますからね。じゃあ次ジャックいきましょう。うん、でも雰囲気は分かってきていただいたかなと思いますね。これがあるから飛び道具持ってるキャラはローズ戦すごく厄介なんですよ。はい、まあ、下がっただけはちょっと別なんですけど。ですね、結局なんか今みたいにダメージをもらっちゃったりすることが多いんですよね。はい、でも一回吸い込んだだけでめちゃくちゃゲージが溜まるんですよ。はい、だからそれはね、本当に相手にとって嫌なんですよね。で、ローズは EX の、ソウルスパークがすごく強いんですよ。それです。これ避けるの超むずいんで、だからゲージをモリッと溜めた後におもむろに打っちゃったりしても全然いいと思いますね。なるほど。このスパコンゲージの運用とかって、はい、どういうところに使うのが一番いいんですか。運用はですね、こういう離れてる時でダメージレースをしてる時は今みたいに結構おもむろに打っちゃったりしてもいいと思います。あれ、あとはすみません失敗しました。あとは、こう攻められてる時に起き上がりに EX スパイラルを、はい、そう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 いう感じですね。この2つでいいと思いますね。はい、じゃあちょっと待ってください。今ちょっと待って、じゃあ今半分ゲージ溜まってる状態から波動拳を吸い込んでもらっていいですか。はいはい。でもうほぼ半分溜まるんですよ。確かに。だからそう、これはすごくでかいんですよね。逆にじゃあソウルスパークを一回打ってみてもらっていいですか。あ、スパークですね。あ、はい。でこれが多分ですね、2割ぐらいかな。とにかく普通の技ってこれぐらいしか増えないんですよ。はい、でそれがちょっと吸い込んでもらっていいですか。はい、まあ、これぶっちゃけ脅威なんですよ。3倍以上は。そうなんです、そうなんです。だから、ね、こう竜がこの距離から波動拳打ち合うのすごい嫌になるんですよね。はい、なんかもう抱くよみたいな感じでこう歩くしかないんで。そしたらもうローズがね、待ってましたとばかりにね、モリモリ。そう、ほらマルゴリータみたいな、もう何万試合やってるようなプレイヤーでもそんなたまるのかよ、ぶち殺してみたいな、そんな感じになっちゃいますからね。なるほど、そうなんですっていう感じですから、基本的にまずラウンド1ファイトってなったら距離を離しましょう。こんくらい、はい、で竜があーんと思って波動拳打ってきたら吸い込んで、えっもう一回みたいな、この野郎ってことになるから、そうしたらもうローズペースですよ。そう、もういろいろなんかしていきましょう。そう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 。ただローズはジャンプがあんまり強くないので、そう、あんま飛んでいくっていうのは難しいし、かといって地上からダメージを取る方法もあんまりないんですよ。はい、そうだからね、なかなか難しいんですが、とにかくね、相手にストレスを与えていってっていう感じですかね。それで少しずつダメージを削っていくっていう感じかな。で最後はウルコンで削り切るみたいな。OK です。じゃあ、次はですね、一応 EX のソウルスルーは無敵があるので勝利権ですね。はい、対空で使ってみましょうか。はい、
じゃあ一回転ばせてから飛びますんで、それを迎撃してください。はい、 OK です。もう一回ペペ様でいるわ。いいですね。あ、すいません。 OK です。でもコマンド相当うまいですね。本当ですか。うん、素晴らしいと思います。いや、よかった。あのね、サンチャコさんもすごく嬉しいのは、あのなんか技打つときにこういう音しないんですよね。なんかね、そっち側からこういう音が聞こえてくるとね、って感じになるんですけど、あのそれはすごく嬉しいですね。でもやっぱ実戦の中だと、はい、例えばなんかキャンセルするときとかに、はい、結構バって押しちゃったりもしますね。まだ、いやでもね、それは当たり前だと思うんですよね。車の免許持ってますか。あ、一応持ってます。持ってますね。車の運転ってしたことありますよね。はい、そうですよね。最初教習所のときとかって運転のときに何にも意識他に避けなかったと思うんですけど、はい、少し乗ってるうちに BGM 聞きながら、まあ、片手運転ダメですけど片手でハンドル回しながらよそ見とかもできるようになったと思うんですよ。まあ、はい、そうですね。少しずつはですよ、はい、だからそういうのがやっていいかどうかっていう話じゃなくて、はい、いや、そうです、それぐらいの心の余裕できたと思うんですよ、はい、格ゲーもそうで、あのずっと触ってるうちにいろんなところに意識が避けるように視界が広くなってくんで、そういうのはやってるうちにできるようになるんで安心していいと思います。なるほど。はい、その例えいる、いや、ちょっとね、ちょっとか、いや、安全交通義務違反じゃなくて、じゃあそういう余裕もできるでしょって話が、やるわけじゃないですか。センドスさん、はい、お決まりの例え話です、ね、あ、そうです、そうです、大好きなんです。例えセントス動画一番全部チェックしてるんで、わかりづらくない、わかりづらくないでしょ。だから視界が広げてくるから。いや、わかります、わかります。そうです、ほらほらね、なんかそれだけこう、あ、なんていうんですかね、当たり前のレベルを上げていくってことですよね。そうなんです。あと、まあ単純に慣れることで心の余裕が出てくるんで、だから対戦中すぐテンパっちゃう、さっきのテラチもそうなんですけど、そういうのはすごくよくわかるんですけど、そのうち大丈夫になってくると思うんで、気にせず対戦をしていってくださいというところですね。わかりました。山田のぶっぱ、自分運転3回ぐらいしかしたことないし、人乗せたことないですよね。いや、自分も去年会社の車をこすりましたねなるほどね。よし、 OK です。じゃあ勝ってもらう、あ、無理か、間に合うのか。あと一応ですね、ローズに関してはスパコンか、スパコンの火力がバカにならないので、はい、ワンチャン相手の体力もりっと減らしたいときは、しゃがみ中パンとかしゃがみ中キックキャンセル、スパイラルキャンセル、スパコンみたいな、ちょっとやってみてください。あの、スパイラルキャンセルの時にガチャガチャってやっちゃうんです、ね、あ、いいっす、いいっす、それはそれは難しいんで。あ、それちょっと遅いですね。遅いですね、はい、そこでもう難しいんですが、ガチャガチャっとやる感じですね。いや、でも今タイミング的に合ってたっぽいです、音的に。でもこれもできるといいなって感じ。あ、じゃあちょっと待って待っていいですか。はい、はい、じゃあ最後にあのウルコンをやってもらいましょうかね。あ、はい、はい、でもこの体力だとやれることないな。じゃあウルコンをまず打ってください。 OK です。はい、さあこの後なんですけど、今ローズに対してすごい近づきづらい状況なんで、ローズ側としてはですね、歩いていっちゃっていいです。あ、ちょっと消えちゃったんですけど、割とこう歩いていっちゃったりとかして距離を詰めるもよし、あとですね、あの間体力有利だったらずっとこう波動拳とか打ったりしてゲージを貯めたりしてもいいんですよ。あ、その回ってる中で。あ、そうです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 ね、とかもしてもいいし、スライディングとかでおもむろに近づいていったりしてもいいかなって感じなんですよ。なので、次はじゃあその練習をしましょうか。はい、じゃあちょっと倒しちゃいますね。ですね、まあ、いわゆるサテライトボンバー、略してサテボンっていうのもあったりするんですけど、それって理屈って分かってます？はい、ちょっとよくわかんないんですけど、はい、こうなんかダッシュとかして、はい、こう置き攻めで、はい、あのサテライトでこうソウルスルーでこう相手の頭上にでなんかめくりかどうかわかんなくてみたいなやつですね。そうです。じゃあちょっと押していただいていいですか。はい、一番ポピュラーなのはうーん投げからだったっけなローズ忘れちゃった
投げからだと思う。後ろ投げ、ウルコン、前ダッシュ、中スロー。はあ、ははあ、先祖サテボンのレシピなんて知ってたの？いや、あんまりですね。自分のサテボンはね、もっと簡単なやつですね。じゃあ、ちょっとまず戦闘式からやりますね。はい。ちょっと減らしてもらっていいですか？はい。じゃあ今度はこっちが、スパイラル当てるんで受け身取ってもらっていいですか？はい。はい。じゃあいきますよ。確かそんなだったような気がする。あ、まあ違うわこれレシピ。サテボン分かんないかも、もしかしたらなんかこんな感じだったよなと思ったんだけどな。じゃあ教えてくれてるやつやりましょうか。はい。今ウルコンゲージあります？あります。ありますよね。じゃあ後ろ投げ、ちょっと待ってくださいね。後ろ投げをする、あ、ちょっと離れてもらっていいですか？後ろ投げをするしたら前ダッシュ、ちょっと待って、後ろ投げした後ウルコン発動して前ダッシュして中のスルーですね。だから、投げて前ダッシュで、あ、じゃあ投げてウルコン発動してなんとか道行くままに前ダッシュしてソウルスルーです。やってみましょう。はい。そう、前投げです、ね、すいません。いいですよ、倒しちゃって。はい、倒しちゃいます。ウルコン後ろ投げ、ウルコン前ダッシュ中スルー。そうですね。EX ドリル、コア、さて、ダイスルー。あー、わかんねえなー。あ、じゃあ自分がセントスさん減らします。お願いします。よし、 OK です。延長してある、延長30分してあるはずなんだけどな。ちょっと確認しますね。最近延長しててもできてない時あるからな。あれ、ゲージマックスじゃダメじゃなかったっけ。あ、そうか。あとですね、そうだ、一応なんですけど、このウルコンゲージの溜まり方次第で、はい、弾の出る位置が違うんですよ。あ、それなんか見ました。そうなんです。だからそれも一応知っとかないといけないかなと思うんですけど、まあでもね、結構ね、ふわっとやっても当たるもんですよ。なんか大体レシピ合ってれば当たるんで、やっていいと思いますよ。はい。さて、ちょっと待ってくださいね。あ、延長できてますね。すいません、ちょっとオープンが10分遅れてしまった関係で、10分後回しだから10分押して進行してますんで。あ、わかりました、大丈夫です、はい、全然時間は OK です。じゃあとりあえず、もうちょっとやりましょう。はい。なんだっけ、こうして失敗した、もう一回。あ、こんな感じみたいですわ。ちょっと遅かったですけど、まあレシピをちょっとすいませんけども調べていただいて、はい、ちょっとそれで練習をしてみるといいかもしれないですね。はい。出ない。で前ダッシュして中ですね。ちょっと遅いかもしれないですね。まあでも難しいですね。いや、でも今のでも結構分かりづらかったりするんで、今のもやっぱ球の出現の位置とかで違うってことですかね。いや、でもね、そんな気にしなくていいと思いますよ。多分いつのタイミングでも割とガードは難しい技だと思うんで、いいと思います。はい、じゃあ次サテボンじゃないんですけども、はい、おもむろに発動した場合ですね、まあ相手をこういうなんかこんくらいの距離でちょっとおもむろにやった時なんですけど、ですね、相手が画面足どんどん行くんですよ。どんどんラインが上がっていくから、はい、そういう時に、まあ、こう近づく、あ、で相手はどうしようなるじゃないですか。でローズの投げ前を利用してですね、この球の外が投げちゃったりできるんですよ。とか、あとはですね、セービングのレベル3をやったりとか、まあ、これはね、ちょっとね、これもね、届かない距離とかでやらなくちゃいけないのでなかなか難しいんですけど、そういうのもちょっとあったりします。なんでちょっとやってみてもらっていいですか。はい、はい、それで投げたりとか、あー、これ、ね、当たっちゃうんですね。そうですね、もうちょっと離れたところからでも投げれる。でも逆に言うとローズの投げ前を知るいい機会だと思うんで。そうなんです、そうなんです。でもう一回じゃあ減らしますね。はい。倒さないでたまるかな、これ。時間がないぜ。
投げてもらえますか。はい。ああ難しいですね。もうちょっとやってみましょうか。面白かった今。なんかちょっと近づいては下がるのがちょっと面白かったですね。なんかあの長縄の気分になります。なんすか。あの生長縄。なんすか長縄って。あれ長縄わかんないですか。わかんないっす。あのなんか全員でこう、はい、クラス全員で。ああ縄跳びか。そうそうそう。なるほどね。はい、いや近づきすぎっしょ。じゃあもう一回減らしますね。はい。長縄跳びか。なるほどね。すいません失礼失礼ぶっこきました。あん。よし、はい、いいですよ。この辺ですかね。いや近すぎですね。球の外から投げます。そうです。ああ結構あれなんか広がってたりはしないですか。これいやですね広がってたりはないですけど、逆に言うとローズの投げ前の一番外ぐらいで投げるんでこんなに投げ前広いんですよ。おお、はい、だからそれを知るいい練習法かもしれないですね。なんか思ったより広くてびっくりしました。はい、あそうですそうですそうです。でこれはもうトレモでやるべきことなんで、今のやつとあとセービングですね。じゃあ次セービングレベル3やってみてもらっていいですか。はい。あ一発ガードさせちゃダメですね。もう一回やりましょう。そうですね。はい。まあでもねこれはトレモで全然できるんでこれぐらいで終わりにしておきましょう。じゃあ次ちょっと練習しておきます。はい、そうですね。まあ、これはすごく最初のうちは役に立つテクニックだと思いますからね。難しいですね。これですね、弾がガードになっちゃうとですね、レベル3もガードされるっていう特殊な仕様。レベル3を先に当てないといけないってことですね。そうなんですね。今、じゃあこれダメなのかな。レベル3も結構ありかなと思うんだけどな。難しいな。そうか、これで移動してる間にあれが先にガードになっちゃうのか。まあでもたまにやると強いですよ。たまにやると強いです。わかりました。はい、だからちょっとこれサテライトウルコンゲージマックスにして一人の時にちょっと練習してみてください。さっきのサテボンも含めて。はいはい。ぬきさんありがとう。キャラ対になるかな。はい、じゃあですねもう一回お願いします。あすいません。はい、じゃあちょっとですね順番がめちゃくちゃ逆になっちゃったんですけどグラップの練習しましょうか。はい。テラチンがやってた時と同じなんですけども、このゲームってグラップを入れる時っていうのは相手が投げに来そうだなってタイミングでジャックパンチとジャックキック同時にするんですよ。はい。でそれをしゃがみ状態ですると投げ疲れが出ないで通常技が出るんですね。しゃがみグラップですね。そうです。はい。なのでしゃがみグラップを基本的には知ってもらいたいのでしゃがみグラップで抜けてください。しゃがみグラップまず今してもらっていいですか。はい、OK です。じゃあ飛び込みをガードさせた後に直接投げるんでしゃがみグラップしてください。はい、OK ですか。はい。あ、間違えちゃった。俺がしゃがみグラップしちゃった。 OK です。これって連打とかしていいですか。連打はダメです。連打はダメ。タイミングを合わせて。そうですね。いいっすいいっす。タイミング分かるようになるまでやりますね。多分ね、早いです。遅いんです。早いんです。早いですね。そうですね。そう、遅くていいんです。投げ前猶予時間っていうのがありまして、遅めグラップが正しいんです、このゲームは。はい。いいですね。いやー、飲み込み早いですね。もういいな、これ。それ一応女子大生以外にもするんですね、そのノリは。あーしますします。いやでもねこうやってグラップの音がねすごい気持ちいいとね格やってる人は気持ちよくなるんですよ。でも確かになんかこれは気持ちいいですね。うん、ペペさんはちょっともう本当にペペさん本当にもういいっす。ペペさんいつも連打してるからな。じゃあ次は飛び込みからしゃがみ弱パンチやってから投げますね。はい、嘘つきました。あ、今のちょっとなんか
来るって分かってたからできたみたいな、うんうん、いや、いいっすいいっすそれでいいっすね。これってなんか上手い人たちって、はい、この流れの中で、はい、こう反射的にやってるのか、それともある程度こう投げモーションみたいなのを見て送らせてやってるのか。違います、基本的には反射です。あ、そうです。だからグラ潰しっていうことができるんですよね。みんなはもう逆に手がもうこの距離になったら投げ抜け売れるようになっちゃってるんですよ。なるほどなるほど。だから、基本的にはそうですね、みんな手で覚えてやってます。ただ完全にうわもうグラ潰し怖すぎっていう時はもうガンガードとかそういう読み合いは入ってきますけども、じゃあ、もう一回練習します。はい、はい、いいです。そう、投げモーション見れる人はいないと思いますね。ああ。いいっすね。いいっすね。なんか立ったのぐらいは見れるんで、はい、そういうとこですかね。どうだろう。でも立ち攻撃じゃ食らっちゃうと思うんで、ああ、そっか。まあ見てっていうんじゃなくて、やっぱ手でできるようになった方がいいかもしれないですね。なるほどなるほど、はい、じゃあ次はですね、コパンからの投げの時と飛び込みから直の投げの時両方やります。だから両方にグラップ入れてください。はい、いいですね。そうですね。おお、なんすかなんすか、気持ちよくなりました。いや今のはちょっと危なかったですね。危なかった、そうですか。はい、ああ難しいな。ああ。まあ、でセラチンも最初のシューンの時はこうだったんですけど、一回タイミングずれるとゲシュタルト崩壊してもうわけわかんなくなっちゃうんですよ。はい。でも確かに確かになんか。そうなんです。でもこれ手で覚えるもんだから。自分がなんかガードしてるのかグラップしてるのかもちょっとわかんなくなってきますね。そうなんですよ。まあ、でももう手が勝手にグラップ入れるようになってほしいので、はい、これはとりあえずあのガンガンと練習が必要かなって感じですかね、はいはい、でこれ見てからじゃないんですよ。もう飛びをガードした後にグラップを入れるんですね。その後コパンをガードした後もまたグラップ入れるんですよ。2回入れるんですね。あ、そういうこと。そうなんです。あ、今理屈は分かりました。地下でやってました。あ、 OK です。2回のタイミングで、そうです、2回とも入れるってことですね。うーん、 OK です。まだやりましょう。ちょっともう少しこれはしっかりやった方がいいですね。で、毎回入れてても、はいはい、いや何ですか。いやちょっとコメントに立ちぐらしてねってあるんで。え、立ちぐらしてる、立ちぐらしてました今。いやしてたかもしれない。あ、本当ですか。あ、すいません、そこまで見れてなかったわ。自分もちょっとそこまで意識が、あ、そうですよね。はい、ちょっと気をつけます。ですね、投げ抜けは有用時間が結構長いし、今みたいに2回入れても相手の攻撃ガード中はガード硬直になってたりするから技、うん、なんつったらいいんだろう。とにかくまあ2回入れて大丈夫ですよ。ちょっと理屈で説明しようとしてもどっちも頭こんがらがりそうだったんで。わかりました。はい、行きます。いいですよ。ああ、はい、あ、ちゃんとしゃがみに出てますね。すいません。ああ、今のは2回目は落ちてなかった。でも相当筋はいいと思いますね。あ、ありがとうございます。そのグラップ音はまず今日は理屈が分かっていただけたと思うんで、それはすごい大きなことだと思います。はい、でも、ですね、今やっぱりどうしてもコパンからの投げの時と飛び込みから直の投げの時で頭の中でとりあえず当てを作ってるっぽいんですよね。ああ、そうですね。そうなんですよ。
今回はこっち側だろうっていう、そうじゃなく両方とも抜けれるタイミングがあるんですよ。はい、そうだからそれをちょっとですね、今日なんとか、なんかイメージだけでも掴んでいただきたいなというところですね。どうしても直投げが苦手な感じはありますね。そうですね、タイミングがちょっと早い、そうですね、今のちょっと早いですね。そうですね。ああ、ちょっと待ってください。はい、いつも。あ、いいっすよ。こうか。そうですね。はい、今のいいっすね。今の抜群な遅らせグラップですわ。そう、そのタイミング OK です。じゃあ次はコパンも。あー、これはで、まあ難しいと思うんですけど、音的にはこんな感じ、はい、こんな感じでこうトン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 って感じで、その飛び込みの後の投げられそうなタイミングと次のコパンの後の投げられそうなタイミングみたいな時に毎回こうポンポンって感じで入れとくって感じですね。あー、わかりました。あー、まあ難しいと思うんで、はい、そうですね、連続だとちょっとまたタイミングが分かんない。そうですよね。じゃあですね、ちょっと一応念のためにですね、飛び込みからコパンからの投げか、飛び込みから投げか、飛び込みからコパン、コパンから投げをやります。はいはい、3バリエーションですね。ああ、ちょっと今のは早かったです。あ、すみません。いいっすよ。うん、全然気にしなくていいですからね。そのこう失敗が続くとどんどんとこう心が焦ってきちゃうかもしれないですけど、これは練習ですから、できなくて当たり前なんで。いいですね。ああ、これが一番苦手っぽいですね。ああ、いいです、全然いいです。いいですね。おお、いい音してきたな。おお、いいですね。いい音してきましたね。あ、これはしゃあないですね。おお、いいね。ああ、ちょっとなんか一緒になっちゃいます。はい、先生、じゃあ倒してもらっていいですか。はい、いいなこれ。一応じゃあスパコンキャンセルで入れる練習しましょうか。いや、ちょっと、あ、でも入れれますよ。あー、難しい。あ、いいっすよ、倒しちゃって、はい、スパコンキャンセル、そうですね、うん、それもちょっと練習しておきます。まあそうですね、はい、はい、一回タイミングを体で覚えたいですね。そうすればミスった時でも今が早かったか遅かったか分かるようになると思うんで。はいはい、じゃあグラップいきましょう。はい、あ、最初がどうしてもタイミングいいですよ。いいですね。ああ、 OK です。 OK です。いいっすね。うまくはしゃあないですね。はい、いやー、すかし投げ、まずすかし投げとかまだいいっすよ。いや、いいっすね。やばいな、でもこういうグラップの音聞いてる気持ちよくなっちゃうな。変態なのかな特殊な性癖を持ってるのかもしれない。ノーコメントでいいですか。あ、わかりました、ごめんなさい。三丁目さんおいくつですか。自分27です。今年8ですね。いいじゃないですか。ちなみにね、雑談しててもグラップは入れれますからね。はい、雑談しながらでも全然。じゃあ倒してもらっていいですか。時間ないかもそれは下策でしたね。いや、いける、いける、いけ、いけた、よかった。おお、スパコン、スパ
パコン、そうですね、スパコン行こう。すいません。スパコン？あ、はい、いやいや、大丈夫。コメント見てますね。あ、右側行ってもらっていいですか。はい。はい。すいません。まあこれ次回もやりましょう。はい、一人で練習するの結構むずいんですよ。うん、でもなんかタイミングが分かってると思うんですよね。そうですね、なんとなく抜群の音をしてます。その遅らせグラップっていうのが大事なんですよ。はい、そう、最初ちょっと早めだったじゃないですか。そうですね、そうそう、だからちょっと遅めっていう認識を持ってもらえれば、なんか今はできるわけねえよと思ってるかもしれないですけど、できると思います。はい、はい、じゃあもうラウンド1杯これやりましょう。すいません、ちょっと早いかもしれないですね。はい、いいっすね。あー、やっぱ最初はちょっと早めになっちゃう時が、そうですね。でもベストなどグラップのタイミングっていうのをこれで体で分かったと思うんですよ。はい、はい、そうですね。確かに今のだったらなんか話しながらでも、そうなんです。で、ある程度次例えばなんかその練習でもいいし実践の時でもいいんですけど、グラップ失敗して投げられちゃった時に、あ、今の早かったなとか今の遅かったなとかっていうのが今の記憶をベースに分かると思うから、はい、そうしたらどんどん自分で修復というか修正していけるとは思うんで、そうですね、それぐらいちょっとやっ出るようになりたいですね。そうっすね、はい、で今日はかなり難しいところもお教えしてしまったんですけども、はい、とりあえず対空をしっかり打つ、はい、それから、スライディングと、スパイラルのうまいこう使い方っていうのを意識しながら対戦をする、はい、それからコンボ、コンボですね、はい、はい、というところかな。まあ、ウルコン絡みに関してはちょっと今完璧にできるようにしなくてもいいんですが、トレモはやっぱりちょっとはしてもらいたいなと思いますね。わかりました、はい、なのでちょっとお忙しい、めちゃくちゃお忙しいと思うんですが、次回までに対戦を10試合以上からトレモもできれば30分から1時間ぐらいは、やっといていただきたいなというところですね。はい、やります、はい、もう毎日何時間もとか絶対やらなくていいです。それやると逆にこのゲーム嫌になってきちゃうと思うんで、もしトレモがやっててもう気持ちよくてやばい、もう汁垂れまくりみたいな感じだったらやっていただいていいんですけども、はいはい、お忙しいと思うんで、自分もトレモ全然好きじゃないし、できる範囲でいいんですが、ちょっと練習して分かんなければ次回聞いてほしいです。そうですね、はい、せっかくいただいたこの機会なんで、はい、ちょっとはい、意識づけてやっていきたいと思います。そうですね、はい、一応メモってある部分では大体そんな感じなので、はい、で次回もまたちょっと新しいこととか、それからこのキャラのこれが難しいみたいな、あ、じゃあいいや、ちょっとじゃああれだ、TPP 剣との模擬戦をやりましょう。恒例の、はい、という感じなんで、お願いします。はい、はい、ちなみに対戦っていうのは、対戦、はい、剣とですかね。いや、ウルフォーで、あ、じゃあスパフォーで対戦っていうのもしたことありますよね。そうですね、はい、でも剣はあんまりいないかもしれないですね。あ、そうですか。はい、うん、まあ、とりあえずですね、暴れまくるんで、はい、いろいろと咎めていきましょう。あ、次回セービングの練習とかもしなきゃダメだな。あー、セービングですね。はい、お願いします。はい、普通に対戦でいいですからね、そちらは。はい、あ、いいですね、格安バッチリです今の。
いや、いいっすよ。そこで焦んなくていいですからね。はい。お、いいっすね、いいっすね。緊張する。いや、緊張はすると思いますし、攪拌とかもしっかりと入れれなかったりすると思うんですけど、はい、全然それは気にしなくていいです。俺だって全然入れれないですから。はい。おお、今のクラップは感動的だ。おお、こういうことは絶対あると思うんで、剣ってやってると。まあでも剣の勝利剣攪拌はすごく入れづらいんで、どんどん慣れていけばいいっていう感じですね。はい。こういうことをやってくるということですよね。やっぱりでもテラチンと同じで練習でできてても実戦だとやっぱテンパっちゃうって感じがあると思うんで、はい、はい、少しずつでいいんで、いろいろとやっぱ攻め攻めのキャラに圧殺されちゃうことが多いですね。そうそうそう。でもね、バックステ強いですよ。もう困ったら後ろ連打ですよ。そうで、この距離だともう弾打てないし、もう俺が行くしかねえじゃねえかってなるから、したらもうそうそういう感じで反撃していけばいいんですよね。あー、今の、いや、失敗した。いやー、いいですね、はい、でもさっきは良かったっす、本当に。あれ感動的でしたわ。うん、難しいっすね。もう一回やりましょう。はい、お願いします。あ、そうだわ、 EX スパイラルパナソーズって言ってるわ。そうだわ。あ、そう、ダウンした後に EX スパイラルっていうのは、そればっかやってちゃダメですけども、まあ、ローズが安全に逃げれるいい方法ではあるんですよね、はい、うんうん、あとそうだ、皆さん結構コメントでいいアドバイスくださってますね、ゲージをどんどん使っていけっていう部分と、それからあと EX スパイラルですね。ウルコン忘れてる。ウルコン、あ、そうだ、ウルコン一回も使ってないです。そう、あれをとりあえず打っても無駄にはならないんで、それもやっていく必要があるんじゃないかなと。スライディングもパナソーズ。そうですね、スライディングは大事ですよ。波動拳に噛み合えば下をくぐっていきますからね。じゃあ今度は、うん、多分 TPP であろう竜やります。はい、できるか。さあ、まず距離離して、そう、吸い込んでいくんです。そしたらもう竜が切れて攻めていくんです。で、この距離になると今度吸い込むの大変なんで、スライディングとかしていきましょう。そう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 、完璧。竜巻、いて。今のは使える技なんですか、ね、いや、使ってない、使っちゃダメだと思いますね。いいですね、いいですね、はいいですね。おお、今は、距離的に EX しなきゃ多分繋がんなかったとか、そういう感じだと思いますね。もしくは中かな。そうですね、ダイ打っちゃった。ダイ打ったらダメですね、はい、ダイがコンボで入ることあんまりないんですよ。やっぱなんか初心者脳で強いパンチの方がいいだろうって思っちゃうんですよね。そうそう、すごくわかります。いいですね。いやー、でもいいですね。入った。
やばい、剣と間違えた。立つって。絶対これやってくると思うんで、仙台の人は。なるほど。あ、対空に、対空特に TPP の時間帯のあの人たちっていうのは最後の局面になると、はい、もう早く倒さないと息が苦しいみたいな感じで飛び込んでくるから、あ、そこ冷静にいきたいですね。今のまぐれですか。まあそうですね、今のリフレクトはちなみにエッセンスぐらいでいいです、はい、そんなにこれが大事なことではないので、たまにやって弾を打ちづらくさせるぐらいでいいです。じゃないと失敗して死んじゃいますからね。そうですね、あ、言うて、ま、弾が出てても自分自身が無敵なわけじゃないので、はい、多分こういう状況ではみんなこういう行動してくると思いますんで、そこは気をつけつつ、はい、ただサテボンっていうのはすごく安全なんですよ。もう一回やりましょう、はい、これ終了5分前ですけど大丈夫ですか。マジか、やめましょう間に合わないと思います絶対、はい、はい、という感じだったんで、はい、そう、本当にでもちょうどテラチンと同じぐらいな感じですね。だからいいと思います。であの子すごい熱心だから、はい、お忙しいと思うんですけども、なんかこう自分の中で課題決めて、そうですね、できれば 1,2 回練習をしてきていただいて、あと対戦もしてきていただきたいというところでございます。はい、なんか分かんないこととかあったら随時聞いていただいても大丈夫ですし、はい、あとお教えしたスパフォーウィキペディア、はい、ウィキか、ウィキみたいのがあって、ないのをつまずいたときに見ると新たに分かる用語とか出てきてるから、それでどんどんとあそこがなんて言うんだろうな、なんかそうですね、その都度少しずつなんかこう解読できる部分が増えてくる古文書みたいな感じなんで、あ、はい、そういう感じで使っていただければと思います。まあ自分が作ったやつじゃないですけど、はい、わかりました。黒人さん女子大生じゃないけどいますね。そうですね、まあ、あのテラチも女子大生じゃないんですけど、はい、そうですねという感じでございます。まあ今はちょっとなんかまだいろいろと不安なところもあると思うんですけども、はい、あのグラップオンなんかは素晴らしかったんで、ありがとうございます。むしろ人よりも素養があると思っていただいていいんで、1500目指して頑張っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。まあせっかくだからもう枠いっぱいまで使いたいなと思うんですが、なんかこういうところなんかとかもしあったら、もしくはなんか好きな食べ物でもいいですけど。あと3分あるから。フリートーク。まあそうですね。3分あるし。結構きついですね。きついですか。あ、抜きさん頑張ってって。あ、テラチンわしも負けへんでって。いや、わしも負けへんで。あ、そうですか。俺が一番でしたって感じで。まあなんていうかそうですね。こんな感じで。で、村田さんとかって素晴らしい例があるから。はい。あの村田さんもぶっちゃけ今のサンチャゴさんやテラチンさんと同じぐらいな強さだったりしたんですけど、今じゃもう4000超えてるわけですから。そうですね、ずっとやってらっしゃいますね。そうだから、その間っていうのは全然楽しくない期間もいっぱいあったと思うんですけど、はい、やっぱり格ゲーが好きだっていう気持ちがすごくある方なんで、ちょっと目離した次に4000超えてて、そうですね、うん、明けとかにも結構通ってらっしゃるみたいで、そうです。で、やっぱり周りに同じような感じでやってる人ができたりするとすごくなんか楽しくなるんで、なんかちょっと仲間とか作れたりとかするといいかなとも思いますし、そうですね、はい、はい、ちょっとなんかこういろいろとやってみたりするといいかなと思いますね。結構ね、いろんなところで話聞くと、はい、なんかこう会社内にゲーム機があってみんなでやってるみたいな会社さんが結構あったりするっていうのを聞いてるんで、そこに転職しますね。でもなんかそういう環境って多分誰かが言い出しっぽくなったりできると思うし、まあ会社はちょっと言い過ぎですけども、なんかそのそういう流れを周りで作ったりしても面白いかもしれないですね。はい、うん、そうですね、はい、
じゃあ一旦じゃあそうですねスカイプは切って最後自分が締めて終わりにしますので、はい次回またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お忙しいところありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。はい、失礼します。はい、はい、という形で2名の練習をさせていただきました。ちょっとねちょっとローズに関しては教える順序間違ったかなっていうふうにちょっと思ってます。申し訳ないです。ちょっとね自分のメモに沿ったままやってちゃったんで、っていう感じなんですけれども、ローズはすごくシンプルな分お教えするのが難しいなとちょっと思いました。で、なんかはティーホークなんだけど、ティーホークもねお教えするところっつったらもう投げの嗅覚みたいなところなんでね、なかなか難しいところあったりして、まあ弦は弦で難しいんですけど、まあああれなんですけど、まあでもねランダム使われとしては頑張りたい。抜きさんとか、あと誰でしたっけ、いろんな方いますね。山南さんとか黒人さんとか、湯気さんとか、団子さんとかマルゴリータとかイモタムとか、あと誰かいたな、あ友人もみんな本当にありがとうございます。めちゃくちゃ助かりました。フォローも入れていただいたりとか本当にありがとうございます。まあ、こんな感じでやっていきますし、まあ、皆さんがやっても多分違った形になって面白いと思うんです。で、そういうなんかこう教えてもらうってことに飢えてる人って本当星の数ほどいるんで、そういうのは絶対あり、あペペペペさんすいません、ペペさんもありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで来週もよろしくお願いいたします。おつです。